おやすみなさい第36回お届けしていきたいと思います。今日もよろしくお願いします。はい、この番組はですね、皆さんに、眠れない夜を過ごしている皆さんに、眠る前のひととき、さらには寝た後のお時間も楽しい時間をお届けしたいという番組です。はい、早いものでもう36回、前回が35回で、なんか35っていう数字若干の気味の悪さを感じるよねって話したんですけど、なんかブログの、番組告知ブログにも書いたんですけど、私的になんかこう36っていう数字の方がなんかすっきりする気がしてきて、なんででしょうね。 12×3 とかだからかな、1ダース、2ダース、3ダースみたいな感じですかね。だからそう、35っていう数字はなんかこうどこにも当てはまらないけど、なんか36はなんかこういろんなところに当てはまる気がするんです、私的に。こう6、9でも6の段が一番私好きで、なんでかっていうと、こう6月16日生まれ、1996年6月16日生まれだから、なんか生年月日に私6が多いんですね。だからなんとなく6が好きなんですけど、だからなんか36っていう数字好きです。はい、それだけです。いつも本当にね、こう36回まで続けられてるのも、なんか本当いつも言ってるんですけど、でもいつも本当にそう思ってるんですけど、こう見に来てくださってる皆さん、支えてくださってるスタッフさんのおかげでございます。本当にありがとうございます。 あとお父さんとお母さん、ありがとう、いつも送り出してくれて私を。はい、でですね、はい、今日もこんな感じで楽しく進めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、でですね、この番組はこう眠れない夜を過ごしている皆さんに、さっき言ったように楽しい時間をお届けしたいという番組なんですけど、具体的に何をしていくかっていうと、こういう風に喋ったり、歌ったり、料理を作ったり、眠くなったら寝て、さらにはこう起きるところまで放送するっていう、オールナイト仙人 TV みたいな感じで、こう斬新な番組です。で、なんとこう寝てる姿も見れちゃうっていうね、すごい、そんな番組あります、なかなかないねみたいな。今日なんか今私が自分喋りながら、自分であれ、なんか今日ちょっといつもとテンションが違うなって感じてるんですけど、今日もねこんな感じで楽しくやっていきたいと思います。あ、自己紹介を忘れてました。はじめましての方、はじめまして、いつも見てくださってる方、いつもまして、はい、帝国劇場でファーストキスがしたい、素敵な舞台女優を目指して修行中の音大生、吉村みなみがこの番組をお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、でですね、いつもこう傍らにいてくれるこのぬいぐるみなんですけど、この子はあのアシュマルくんといって、あのこう私のぬいぐるみじゃないんですけど、アシュリーさんっていう方のね、本当はぬいぐるみなんですけども、なんやかんやこの子ももうレギュラーでもう36回多分ここにいてくれてます。なんでいてくれてるかっていうと、私が一人だと心細いからです。もうアシュマロくんいないと無理です。ここに何か存在がいて、私はようやく安心してこの番組をお届けすることができています。はい、というわけでね、よろしくお願いします。もうよろしくお願いしますって多分私もうすでにもう10回ぐらい言ってる気がしますね。とりあえず困ったらよろしくお願いしますって言っとけばいいと思ってるところあります。はい、で、そんな番組、この番組の目標はこちら、じゃかじゃかん、仙人と一緒に寝るパフパフ。というわけで、こちらどういうことかと申しますと、残念ながらこう文字通りの、まあ、ある意味文字通りなんですけど、変な意味ではなく、この番組がですね、今下に何人が視聴中っていうのが、 YouTube ライブはリアルタイムで今何人が見てくれてるよっていうのが出るんですけども、この数字がですね1000人になることを目指して、この番組頑張っております。で、なんでそれが1000人と一緒に寝るっていうことになるのかっていうと、まあ、先ほどねこうちょっと説明したように、この番組の中で私は寝るんですね。で、その時に1000人の方が視聴してくださってたら、多分その時間帯的にも皆さんも多分こうベッドで寝っ転がりながらね、この番組を見てくれてると思うんです。まあ、パソコンだったりこうスマホだったり、なんかこううとうとって誰が多分見てくれてると思うんですね。で、その時にこう1000人がそのうとうとってしながらこうやってたら、もう大体こう1000人の人とこう寝てる時間を共有したっていうことで、ね、1000人と寝たっていうことになるんじゃないかなっていうので、目標1000人と一緒に寝るっていう風になってます。まあ、だから同時視聴者数1000人目指して頑張っていきます。はい、でですね、ここ隣にこうリアルタイムボードっていうのがありまして、今初めて名付けたんですけど、このリアルタイムボードに、リアルタイムのね本日の最高同時視聴者数っていうのを書き込んでいきたいと思います。
今ですね、ラッキーセブンの、7人ですね、7人の方が視聴してくださってます。ありがとうございます。これですね、見逃してしまっていたらですね、ぜひぜひ、教えてください。ありがとうございます。とりあえず2桁いきましょうねっていう感じで頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、そうですね、この番組、あ、またよろしくお願いしますって言っちゃった。またよろしくお願いしますって言いましたよね、私。言い過ぎ。もう封印よろしくお願いしますわ。はい。で、この番組ですね、いつも今まで見に来てくださった皆様のお名前を名簿を作っておりまして、いつも出血を取っているので、今日も取っていきたいと思います。大体50音順にお名前を呼んでいきますので、いらっしゃったら、ぜひチャット欄で大きく、はーいと返事をしてください。で、もし、はじめましての方いらっしゃったら、もう気軽に、はじめましてっていう、まあ、この出席のタイミングじゃなくても、いつでもいつでも言ってください。はい、それでは今日も行っていきたいと思います。皆さん、準備はいいかな？いいと思う。はい、行きます。あ、M さん、アシュリーさん、アーチン、アベさん、MP さん、小沢淳さん、おしゃぶーさん、おじさん、ウッチーさん、うどんけん大好きさん、エリカちゃん、かでたにさん、カムラさん、カンカンカンさん、キャンディスさん、クリームさん、コプトさん、コテツさん、シオリン、ジャスティン・ビーバーさん、カレンちゃん、水星石のマスターさん、鈴山きらこさん、ダムハゼさん、タムさん、トップガンさん、チャンミンさん、リーさん、トシカズさん、トマトさん、トリさん、ナナミさん、ハチマルさん、ハマーさん、ヒー、ミヤさん、ヒデさん、フナドさん、ブルちゃん、イスミさん、マヤさん、マルコさん、ミッシェル・ピアさん、ミチさん、モジャさん、モチャモチャさん、マユミさん、ピョウさん、ヒトミさん、ヒミコさん、ヒートさん、リラピーさん、ヤオーさん、ヤマシタさん、ユキさん、クエワイさん、コジュウさん、ツグさん、シオ、アメポネさん、ユウさん。はい、というわけでね、皆さん今日は、どれぐらいいらっしゃるかな。はーい。というわけでね、ずっと今見てなかったんですけど、ちょっとチャットの方も見ていきたいと思います。船戸さんこんばんは、みつさんこんばんは、あ、ヒートさん、ちょっとお久しぶりな感じがする。こんばんは、ありがとうございます。早起きなのに来ちゃいました。あら、嬉しい。でも私もね、明日ね、ちょっと早起きなんですよ。そうそうそう。だから今日はね、あんまりね、こうね、いっぱい喋ってるとね、私の睡眠時間がすごい短くなっちゃう。からね、今日はね、あのね、サクサク行くっていうのが私の目標で、サクサク行って皆さんとサクサクっと一緒に寝る。はい、としかずさん、こんばんは。中野としかずに、あ、カタカナになっている。ヒートさん、ヒートさん今呼んだ。微妙にレフ君のおもちゃが見える。そう、微妙にね。今日レフ君ですね、あっちのね、反対側のソファーですごい今気持ちよさそうに寝てます。あ、みつさん、教えてくださってありがとうございます。千分の七。ね、千分の七。まあ。あ、八になった。今八になった。よし、八です。よし。よし。末広がりの八。ね、七も八も縁起のいい数字ですからね。いや、皆さんね、よかったらですね、こう、千人目指してる私を応援したいなって思ったり、こう、この番組、こう、ちょっとこう、いろんな人に見てもらいたいなって思ったら、ぜひですね、下の方にある、あの、こう、共有ボタンから、こう、ぜひ、ツイッターとかで拡散してくれたり、あと、高評価ボタンとかポチッと押してくれたら、とってもとっても嬉しいです。いや、でも本当いつも皆さんね、ツイッターの方でも、いろいろ、いいねとか、拡散とか、ありがとうございます。としかずさん、はい、船田さん、はい、みつさん、はい、あみさん、8になりました。ありがとうございます。皆さん、今日もね、よろしくお願いします。イェイ。はい、というわけでですね、あ、またよろしくお願いしますって言っちゃった。さっきもうよろしくお願いしますを封印するって言ったのに、まあ、いっか。はい。で、この番組ですね、こちらのように、チャット欄もあるんですが、メールも募集しております。メールでですね、応援メッセージや、本日のメールテーマに関するメールを募集しています。はい、では本日のメールテーマ発表。まあここにずっと出てるけど、じゃがじゃがん、暑い時こそ食べたい旨辛グルメはタラララン。というわけで、昨日今日と結構全国的にね、もう初夏みたいな感じの気温が続いていますが、まあ、また来週なんかちょっと下がるみたいで、もうなんか体がなんかもうわけわかんなくなりそうなんですけど、先週はですね、こう、先週もまたちょっと暑かったじゃないですか。だから先週はこう暑くなると食べたくなるものっていうので、おすすめのアイスクリームをですね、皆さんに聞いていったんですけれども、今週は逆。辛くて、暑くて辛いものを募集したいと思います。皆さんおすすめの。いや、なんか人間って不思議ですよね。なんかこう暑い時にこう
冷たいアイスを食べたくなるのはわかるじゃないですか。でも暑い時ってなぜかちょっと辛いものも食べたくなりません？なんか暑くて辛いものをあえて食べたくなるみたいな、なんかそう、ちょっと鉄板焼き系とかも食べたくなるし、こうちょっとやっぱなんかこう担々麺はまあ冷たいのもあるか、こうでも激辛ラーメンとか、まあ激辛までいかなくてもいいんですけど、ちょっと辛いラーメンとか、ちょっとなんかキムチ鍋とか、なんか謎に食べたくなりませんか？うん、私はなるんですけど、いやでも結構やっぱ夏ってなんかね、冬はわかるけど、夏もちょっと辛いものの需要って高まるじゃないですか。なんか暑い時にあえて熱いもの、汗かいきたいみたいな、あると思うんですけど、あるって信じてるんですけど、まあそんなね、こうちょっと暑くなり始めた今、いやちょっと辛いもの食べたいなって思って、こう皆さんのおすすめのうま辛グルメをぜひぜひ教えていただきたいです。まあ、激辛じゃなくてもいいです。っていうか激辛じゃない方が私は食べれますね、激辛グルメではない、うま辛グルメっていうだけで、まあでも別に激辛グルメでも大丈夫です、教えていただけたらね。だって私はほら激辛食べれないですけど、こう見てる中にはね、こう激辛好きっていう方で、激辛情報知りたいぜっていう方もいらっしゃると思うので、ぜひそういう方のためにも、激辛からピリ辛までお待ちしています。何もこうおすすめのお店でもいいし、こうおすすめの料理とかでもいいし、なんかコンビニで売ってるカップ麺とかでも、レシピとかでも、なんか何でもお待ちしています。はい、メールはですね、生@sentv.jp まで、お送りください。いただいたメールはですね、随時番組の中で紹介していきます。というわけでですね、早速ですね、2通をいただいていますので紹介したいと思います。はい、1通目、水星石のマスターさんからいただきました。わーい、ありがとうございます。メールテーマ、麻婆豆腐です。名古屋にめちゃくちゃ辛くて何人も食べるのをリタイアしてしまうぐらい辛い麻婆豆腐のお店があります。僕もいつか挑戦したいです。はい、というわけでありがとうございます。めちゃくちゃ辛くて何人も食べるのをリタイアしてしまう、もうそれあれですよね、こうテレビとかでも取り上げられるレベルの激辛店ですよね。よくやってるこう激辛の番組とかで完食できるかみたいなやつで、もう最後の一口がもう汗だらだらで食べれないみたいな感じになってるレベルの辛さですよね。いやー怖い。多分私あんまり、私辛いのが強くないんですよ。好きなんですけどあんまり強くないので、多分一口ぐらいでワーオってなっちゃうと思います。でもなんか食べてみたい、怖いもの見たさみたいなところありますよね。ちょっと食べてみたいですね。麻婆豆腐、普通の麻婆豆腐は大好きです、ね、夏はですね、こうね、丼とかに麻婆豆腐ボンかけてガーって食べたくなりますよね。ありがとうございます。水星石のマスターさん、ありがとうございます。それでは、2通目紹介したいと思います。2通目は、船田さんからいただきました。いつもありがとうございます。こんばんは、みなみちゃん、こんばんは、こんばんは。俺は今日床屋行きました。あ、いいな、私も美容院行きたいな。でも髪は切りたくないんだよな。いいですね、床屋行ってさっぱりしたのかな。いや夏になるとでもさっぱりしたくなりますよね、わかる。これからもずっと応援します。みなみちゃん、うちうち大好きです。イエーイ、ありがとうございます。これからもずっとよろしくお願いします。イエーイイエーイ、いつもありがとうございます。メールですね、こんな感じでこう皆さんメールテーマのメッセージでも、何でも他のメールテーマに関係ないメッセージでもお待ちしております。あ、10人になった、あ、みつさん9人になりました、ありがとうございます。そして10人になった、イエーイ、2桁だ、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、どうも吉村みなみです。そう、なんとなくこういつもずっとブワーって言ってね、こうブワーってこう何も考えずに喋っちゃうんですけど、たまにきっと初めましての方もね、ちょこちょこいらっしゃってると思うので、そういう方たちにちゃんとアピールしていかないといけない。どうも吉村にゃんですって、はい、いやー、よし、10人、やったー、やったー、ゼロが1個増えたよー、すごーい、嬉しい。ミツさん、僕も明日は仕事です。ミツさん、いつも日曜日にお仕事で大変。トシカルさんも明日は朝早いというわけで、そうです、そうなんですね。じゃあ皆さん、みんなでちょっと早く頑張りましょう。すでに高評価が5人、あ、本当だ、あ、てかもう6になってる。いやー、ありがとうございます。高評価ボタンポチッとしてくれてありがとうございます。こう見ると、あ、嬉しい、高評価もらえて嬉しいなって思います。光 W さん、いつも応援してます、今夜も頑張ってください、ありがとうございます。光ちゃん、
これはきっと私の知ってるひかりちゃん。ありがとう。嬉しい。嬉しい。恥ずかしい。ありがとうございます。イエス。でですね。あ、12人が視聴中になってる。なぜ？ありがとうございます。なぜ？って言っちゃった。増えると嬉しいけど、こう、なぜかこう、ちょっとこう、疑問を抱いてしまうというね。ダメですね。はい。そんな感じで今夜もお届けしていきたいと思います。そう、昨日今日がとっても暑くてですね、なんかもう私もなんかこの服とか、そう、本当にもう実質これ上にチュールが着てますけど、中はもうタンクトップなんで、もうほとんど夏着なんですよね。でも街とか歩いてても、上着着てる方はあんまりいなくてですね、まあ今夜になってきてちょっと下がってきたけど、それでも本当ね、もう夜とかも半袖半ズボンで寝れるぜみたいな感じの気温にはなっていますね。うん。ね、皆さんどうですか？皆さん的には夏派が多いのかな？冬派が多いのかな？あ、違うわ。あ、まあいいのか。いやでもなんかこう、春、夏、秋、冬って日本は四季があるじゃないですか。なんか春と秋が過ごしやすいのはわかるじゃないですか。夏と冬はやっぱ過ごしづらいじゃないですか。いいとこもあるけど、悪いところもあるじゃないですか。で、こう、やっぱどっちが、どっち派って分かれると思うんですね。ちなみに私は、前も話したかもしれないんですけど、圧倒的に夏派です。なぜかっていうと、こう、服が楽だから。冬は、トータルコーディネートを考えるのがめんどくさいから。好きなんですけど、やっぱり飽きてくるし、同じ着回しになってくるんですね。あと、冬は太る。本当に。ご飯が美味しいから何に私は切れてるんだって思うんですけど、今自分で何に私切れてるんだって思うんですけど、冬はやっぱご飯が美味しいし、うん、なんかこうちょっとやっぱじっとしちゃうので、こうやっぱ太りやすいんです。夏はこうやっぱりこう生きてるだけで汗かくじゃないですか。あとやっぱ服の露出度が増えるから、なんか自分もあ、やばいやばいやばい、痩せなきゃみたいな気分になるんですよね。やっぱ冬はなんかこうちょっとニットとかこうモコッとして、ニットにスカートなんて履いた日にはもうなんかもうシルエットなんてわからないぜってなっちゃうんで、絶対夏の方が痩せるんですよね。うん、そう思う。私はそう信じてるんですけど、だからやっぱり夏がいい。早くだから暑くなって私は痩せたいんです。季節に頼ってダイエットしようとしてる、そういうところある。はい。としかさん、俺早いのは仕事じゃないよ。パチ、あ、パチか。イエーイ。でも私も明日別に仕事で早いわけじゃないんで。お、仲間だ、仲間だ。そう、パチ。そうなんですよ。この前、先週皆さんにね、パチンコを、最近私パチンコに挑戦してるので、おすすめの台ありますかって聞いたじゃないですか。で、AKB の、AKB48 のやつと、北斗無双おすすめだよってしてもらって、で、この前行ってきたんですね。で、AKB がちょっとなかったので、残念ながら行ったところになかったので、北斗無双をしてきたんですね。してきたんですよ。北斗無双っていうパチンコをやってきたんですけど、もう当たりました。わ、すごい当たった。今までで一番当たりました。まあ別に言うと、今まで別にまだそんな数えるほどしかやったことないんですけどね。ですね、まあでも言うて1円パチンコだったので、そんな別にわーめっちゃ儲かったってほどじゃないんですけど、今までからするとわーすごい当たったってなりました。あとね、1時間半ぐらい打ったのかな。1時間、本当は1時間ぐらいで切り上げるつもりだったんですけど、思ったより連続で当たったので、切り上げ時が見つからなくて、すごい11連チャンぐらいで大当たりが出たんですね。すごいテンション上がりました。いつも当たったらいいのになって思って。ね。楽しかったです。だから、教えてくださってありがとうございましたっていうのと、皆さんまたですね、ぜひおすすめの台あったら、また情報お待ちしてます。はい。あ、カレンちゃん、こんばんは、お久しぶりです。少しお邪魔します。いやー、ありがとうございます。カレンちゃん、お久しぶりです。嬉しい。いやー、元気？元気？嬉しい。見に来てくれてありがとうございます。ぜひぜひ、ちょっとね、眠くなるまでゆっくりしてってください。ふなじさん、おやすみ。ふなだちゃんって言っちゃった。ふなださんのみなみちゃんっていうのがこう混ざった。みなみちゃん、おやすみなさい。みなみちゃんと二人暮らししてる夢みたいです。あら、素敵。私はですね、二人暮らしするんだったら、やっぱりこう、白いお家一戸建てがいいな、みたいな、もうなんか典型的な、あれ、ドリーム話しますけど、そう、白い戸建てで、ワンちゃん飼おうねっていう感じです。ありがとうございます。おやすみなさい。いい夢見てくださいね。そう、白い戸建てで、でもレンガ作りも捨てがたいんですよね。
ね、皆さん、カレンちゃんこんばんはって。ほら、ヒートさんがこんばんはって。あ、ミチさんからメールが来てます。ありがとうございます。ミチです。こんばんは。ありがとうございます。メールテーマですが、やはりキムチですね。お、キムチ。ご飯のお供に欠かせないですね。みなみちゃん、先週の何度も眠った寝起き、面白かったです。明日は大丈夫かな？楽しみにしてます。ありがとうございます。ミチさん、メールありがとうございます。キムチ、いいですね。キムチ、王道ですね。キムチですよね。私ですね。キムチも好きだし、豚キムチ大好きなんですよ。豚キムチの分に今すごい心こもっちゃった。豚キムチ大好きなんですよ。いやー、そう、キムチだけでも美味しいけど、なんかね、キムチは多分これぐらい食べたら飽きるんですけど、豚キムチは多分これぐらい食べても飽きないんですよってぐらい私は豚キムチが好きなんですね。うちの家族みんな豚キムチ好きっていうか、まあ豚キムチ嫌いな方なかなかいないと思うんですけど、どうです？豚キムチ皆さん好きですか？っていうか食べますか？食べますよね。あれ？食べるかな？私好きでたまに自分でもガーンって作ったりするんですけど、豚キムチガーンって作ってレタスドーンって引いてその上に豚キムチドーンって乗っけてガーって食べるのが好き。しかも豚キムチってヘルシーじゃないですか。キムチがそもそもヘルシーじゃないですか。白菜だし、あとやっぱりこう韓国の人キムチいっぱい食べてってお肌綺麗だからなんかねいい効果ありそうだし、うん。で豚ですよ。豚肉って結構ヘルシー、まあ牛肉に比べると結構でも豚肉もなんかこう結構ダイエットにいいらしいみたいな最近見たんですけど、そうだから豚キムチってとってもヘルシーだしとってもいいと思うんですよね。いやいいですよね、キムチ大好き。そう、先週ですね、私寝起きがなんか悪くって起きたんですけど、3回ぐらい寝るっていう、起きて布団に戻って起きてまた戻ってでまた戻るみたいなことをですね繰り返しました。自分でもびっくりした。3回はびっくりしました。いや先週なんかすっごい眠くって起きた時になんかこういつもやっぱり起きるとあ今放送中だシャキッと起きようみたいな意識が働くんですけども、先週はもう放送中だっていうことよりもこう眠いみたいな気持ちが強すぎて眠い放送中眠いみたいな感じの心理で寝ちゃってました。いや明日は起きます。明日はちょっと早起きしないといけないから、みんなで頑張って皆さん見守っててください。明日はきっとシャキッと起きます。イエス。うん、あすごい視聴人数が減ってる。寂しい。あ、寂しいよ。さっきは12人だったのに6人になっちゃった。なんでだろう。こういう時はやっぱなんでだろうって考えますね。そう。まあこういう時にでも減っちゃうところはなんでだろうって考えないとやっぱりダメじゃないですか。あ、減っちゃったな。まあ気にしないっていう。まあ気にしないっていうのも大事だと思うんですけど、やっぱりあれ、12人いたのに6人になっちゃったなっていうのはこう、ね。やっぱトークがちょっとバラバラすぎたかなみたいな、ちょっとノリで喋りすぎたかなみたいな、ちょっと頭でちゃんと整理してから喋ればよかったかなとかいろいろ考えたりします。まあでもやっぱり楽しく喋らないとね、ね、見てる方も楽しくならないと思うので、楽しく喋ることをやっぱりモットーにやっていきたいです。はいはい、というわけでね、もう一つメールいただきました。ありがとうございます。ヒートさんからいただきました。ありがとうございます。正確にはヒートさんからって書いてなかったんですけど、ガチ恋さんですって書いてあったんで、ガチ恋さんイコールヒートさんですね。みなみさんこんばんは。ガチ恋さんです。こんばんはヒートさん。暑い時こそ食べたい旨辛グルメは、前が見えないくらい湯気がもくもく出てる激アツの辛味噌ラーメンですね。クーラーガンガン効かせた部屋で食べるのは最高ですよ。そしてたっぷり汗をかいた後にシャワーを浴びるのもセットです。うわー、めっちゃ美味しそう。メールありがとうございます。もう読んでるだけでやりたくなってきましたもん。もうちょっと暑くなったらそれ超やりたいですね。それはあれですかね、なんかインスタント麺とかがあるのか、それとも自分で作るんですかね、この湯気がもくもく出てる激アツの辛味噌ラーメン。うわー、そのクーラーをガンガン効かせた部屋で熱いものを食べるっていう贅沢ですよね。いやーいいなー。そしてたっぷり汗をかいた後にシャワーを浴びる。もうやりたいやりたい。私お風呂の中でアイスとか食べるの好きなんですけど、それと似たものを感じます。あえてみたいな、熱いところで冷たいもの食べる、冷たい部屋で熱いもの食べる、あえてみたいな、その感じがいいですよね。いやーありがとうございます。ちょっとチャットの方も見ようと思います。そっか、明日は七飛びですね。明日新メンバー発表なので頑張ります。楽しみですね。頑張ってください。みなみちゃんに元気もらいに来ました。嬉しい。
あげます、あげます、いっぱいあげます。放送中は私元気いっぱいなんで、あの始まる前は結構こう静かなんですけど、始まった途端ピョンって結構元気になるんですね。で、元気になってるって信じてるんで、元気に見えてるとは思っている。元気かどうかは置いといて、元気に見えてるって信じてます。いや、元気ですよ。あの、心はすごい元気。ちょっと自分で何言ってるかよくわかんなくなってきました。やめよやめよ。元気もらいに来た。ありがとうございます。嬉しい。そうか、私も、明日配信。あ、明日新メンバー発表だから特別配信。そうか。いやー、どんな子なんでしょう。気になりますね。どんな感じなんだろう。ヒートさん、匿名のつもりで書いたのに。いやいや、バレバレですわ。バレバレですわ。ガチ恋さんって、だってもうヒートさんのこう、二つ名みたいなもんじゃないですか。ね。こう、二つ名って言うとかっこいいですね。私も欲しいな、二つ名。なんだろう。なんだろうな。だって、帝国劇場でファーストキスがしたいは、キャッチコピーですもんね。あ、マルコさん、久々に見れた。こんばんは。マルコさん、久々、嬉しい。そう、久々ですよね。わーい、嬉しいな。こんばんは。嬉しい。そう、お風呂でアイス、やったことありませんか？私、大好きなんですけど、そう。大好きって言って、調子乗って、しょっちゅう食べてると太るんで危ないんですけど、たまにやるとね、めちゃめちゃ楽しいですよ。昔ですね、そのお風呂でアイスを食べるっていうシーンが私の好きな絵本の中にあったんですね。で、それにすっごい憧れてて、やりたいって思ってて、やったらハマっちゃいました。ぜひやってください。ラーメン好き好き、私も好き好き、みんなラーメン大好き。ラーメンとカレーはすごいなんか世界の宝だと思う、私は。あ、メールが来てる。ありがとうございます。としかずさんからいただきました。ありがとうございます。みなみさん、こんばんは。俺の夏にちょっと食べたくなるのは、旨辛つけ麺です。辛さはピリ辛さぐらいです。わー、メールありがとうございます。つけ麺ね。つけ麺美味しいですよ。いやー、いいですよね。私もね、夏はね、うちの家夏になるともう、麺類ばっかりになるんですけど、つけ麺いっぱい出てきますね。で、ちょっとこう味のね、濃くてちょっとピリ辛っとしたね、つけ麺、あー美味しいですよね。は、今うどんと食べるラー油とか絡めて食べたくなりました。あー、つけ麺食べたい、うどん食べたい、ピリ辛のもの食べたいよ。そう、夏になるとやっぱりこう麺類が増えませんか。こうそうめん、そば、うどん、ラーメン、すごい増える。うちはですね、夏になると7、8月はですね、週1のペースで冷やし中華が食卓に並ぶんですね。だから私、冷やし中華好きなんですけど、さすがに8月終盤になってくると、さすがに飽きてきたみたいにはなります。好きなんですけどね。しかもその間にラーメンとかうどんとか、お蕎麦とか挟まってくるから、麺ばっか食べてるみたいにはなります。好きなんですけどね。ねみさん、バチ勝ててよかったです。本当に。いやー、本当に皆さんのおかげです。なんか教えてもらった台で勝てるとやっぱり嬉しいですよね。わー、すっごい当たるって。すっごい当たるってなりました。そう。寝相女優イコール吉村みなみ。あ、寝相女優が二つな。あー。いいですね。確かに。そうだ。私の二つなは寝相女優だ。お風呂でアイスはないですね。あら。ぜひぜひおすすめですよ。お風呂でアイスはしたことないけど、お風呂で練習はおすすめです。あ、もうそれもいいですね。それ大人の贅沢って感じがします。すごく素敵。いや、いいな。お風呂でお酒はしたことなかったです。でもなんかすごい酔いがすごい回っちゃいそうですけど、どうなんだろう。なんかやっぱぼーっとしてるのね。お風呂で練習酔って危なそう。ガクガクブルブル。そう、私もちょっと思いました。やっぱお風呂をね、お酒飲んだ状態でそもそもお風呂入るのちょっと危ないっていうじゃないですか。こうカーってなってバタンって倒れちゃう可能性があるから。でもまあ、ちょっとぐらいならね、ちょっとぐらいなら大丈夫な気がしますよね。ちょっと今度やってみたい。かりんちゃん、おやすみなさい。みなみちゃん、配信頑張ってね。うん、頑張る。ありがとう、かりんちゃん。おやすみなさい。ね、お疲れで忙しいのに見に来てくれてありがとう。体調に気をつけてね。明日頑張ってね。ありがとう。嬉しいな、こうやってね、お友達も見に来てくれるのは本当に嬉しいことです。
結構大学とかの友達もですね、大学とか仕事の友達も見てくれたり、この配信の存在をしてくれてて、やっぱ36回も続けてるとなんかみんな結構こう毎週頑張っててすごいねみたいなこと言ってくれたり、なんかあの頑張ってねとか応援してくれたりしてすごい嬉しいです。でもなんかね、こう36回も続けられてるのは本当に皆さんのおかげだし、あのこうやっぱこのこういう環境でやってるから、こうやっぱあのたまにそれこそあのたまにこうねちょっと疲れてる時って、ああ今日はちょっと休みたいって思ったりもするんですけど、でもやっぱりこう見に来てくれてる人とかこう支えてくれてる人のことを思うと休めないし休みたくないって思うし、実際やるとこう配信始めるとイエーイめっちゃ楽しいってなるんでね、やってよかったって思います。本当に楽しい。ほらヒートさんが、ガチ恋さんがすごいすごい勢いでカネちゃんのことを応援してくれてる。いやー本当にね、私も負けないぐらい頑張ろう。よし、私最近全然違う話しますね、全然違う話するんですけど、最近私髪型に悩んでいて、こう結構今年のね2月ぐらいにこうバッサリ切ったじゃないですか。今までこれぐらいの長さで、ここ切ってもボブぐらいだったんですけど、こうショートボブぐらいまでね結構バッサリ切ったんですよ。で本番3月に大学の舞台の本番があって、それでちょっとまた伸びて、でまた本番終わってまたちょっとバッサリ切ったんですね。でもですね、最近この髪型が落ち着かなくてですね、早く伸びないかなって正直思ってしまってるんですね。っていうのも今日もですね、これあの耳にこう始まる前はですね、こう耳下ろしてこうボブにしてたんですけど、結局耳にかけたんですけど、なんかやっぱりこれがですね、ボワワって広がってしまうという欠点があって、こうボブはやっぱこうボワワって広がって、うんまとめたいビューみたいな、うんもうまとめたい耳にかけちゃうピョンみたいな感じになってしまうんですね。そう、何が言いたいかっていうと、何が言いたくて私はこの話をしたんだろう、今自分でもちょっとわからなくなりました。でもそうだから、この髪型がですね若干今扱いづらくて困ってるんですよね。前髪もですねいつもすごいなんか困るんですよ。今日もですねもう全然うまくまとまらなくて、これすごい言い訳タイムです。髪の毛、私の髪の毛が最近微妙だっていうことに対する言い訳タイムなんですけど、こう前髪もですねなんか今ちょっと中途半端な長さで、こう自分にも切って見るけど、なんかこうですね、あの前髪のですねここの部分です、今これをですねここの長いところ今ピンで留めて収納してるんですけど、ここがですねあるんですよ。これピンない状態で普段こうボブで下ろしてたりすると、ここの微妙な長さの毛だって、これを私は最近もう切ってこの前髪の中に収納してしまおうか、それともこのまま伸ばしてこの髪の一部にしてしまおうかっていうのすごく悩んでて、で今伸ばす方向で育ててるんですけど、それするとこうすごい中途半端な長さで、なんかこうこっちにつけるのも長いし、でもこっちに入れちゃうとなんかここら辺がスカスカするしみたいな、すごい微妙なところでですね、こっち側もそうなんです、こっち側もなんかこの微妙な長さでこうどうしようって、で今日は結局しまったんですけど、なんかこのやっぱね前髪って大変、大事だけど大変っていう。そうで、前髪はですね大体髪切ったのと一緒にこう切ってもらうんですけど、やっぱり髪の毛すぐ伸びるから、ここら辺はねなんか伸びても分かんないけど、前髪が1センチ伸びる重みとここが1センチ伸びる重みってやっぱちょっと違うじゃないですか。だから前髪が1センチ伸びると切りたいなーって思って、でも自分で切るとちょっと変になっちゃうから美容院行こうかなーって思うんですけど、でも前髪切ってもらうためだけに美容院行くのってあれだなーって思って、前髪切るだけでもこう800円かかったりするんですね。髪の毛染めてついでに切ってもらおうと思っても、ああそれはちょっと1000円かかるんですよって言われたりして、なんかそれ悔しいじゃないですか。どうせ切るならここも一緒に切っちゃいたいっていうところあるじゃないですか。でもここは私今切りたくないんですよ。ここちょっとだからこのショートボブが扱いづらいから今伸ばしたいんですね。でも前髪は切りたい。でも1000円払うのは嫌だ。でも自分で切るとちょっと微妙になっちゃうっていう感じです。今私っていう最近の私の悩みなんですね。で皆さんに何が聞きたいかっていうと、まあなんかどの前髪が、どの髪型が私にとってベストかなっていうのをぜひ教えていただきたいんですね。今ぐらいのショートボブがいいなって思うか、
これちょっと肩ぐらいまでのミディアムぐらいがいいんじゃないかなっていうのと、まあこれぐらいまで伸ばしていいんじゃない、いやもういっそのことロングに伸ばしちゃえばみたいなの、なんかこうちょっと皆さんの意見をですね、あのこう私がそれをあのこう受け入れるか受け入れないかとりあえず置いておいて、こうなんかこう参考にしたいなっていうところがあって、あのよかったらですね、前髪もですね、こう何個何個もうなんかいいじゃん、こうなんかこう伸ばして割れ目にしちゃえばとか、こうパッツンにしてみたらとか、いやいややっぱこの流しがいいんじゃないとか、いやもうわかんないわみたいな、なんかそういう意見をですね、ぜひ受けさせていただきたいです。もう自分の顔わかんないんですよ。こう毎日こう今ここに鏡があるんですけどね、鏡でこういつもいつも見ててももうもうわからないみたいな、ゲシュタルト崩壊するんですよ。でこういう時にこう放送とか写真とかで見て、あ自分ってこんな感じになってるんだっていう、たまに客観的に自分を見るんですけど、まあそんな感じでこうちょっと皆さんのアドバイスお待ちしてます。はい、今ですねメールが2通いただいたので、読みたいと思います。ありがとうございます。あ、まるこさんお久しぶりです。改めましてまるこです。ありがとうございます。お久しぶりです。今日のテーマですが、やっぱり中本の蒙古タンメンですかね。お王道、辛いの王道だ。暑い日に汗をかきながら食べるのが好きです。好きですね。ぜひタッチさんには懐かしのカラカラウオ配信期待しています。スタッフの皆さんぜひ検討していただければと思います。いやー懐かしいカラカラウオ配信。いやーカラカラウオ配信っていうのが何かっていうとですね、あのこう私 LINE ライブでも配信してたんですけど、その時にですね、激辛ラーメンを食べる配信っていうのをやって、その時にあのねカップラーメンのカラカラウオっていう辛いカップラーメンがあるんですけど、それを食べながら配信したんですね。むせるむせるってもうこれぐらいあったんですけど、3分の1も食べれたかなみたいなレベルでしたね。スタッフの皆さんぜひ検討していただければなと思いますって書かれていらっしゃるんですけど、いやでもですねこの番組はですね、あの大体やる内容は私がこう決めているの、アドバイスをいただきながらこうベースの形はあるんですけど、やる内容はですねほぼほぼ私が決めているので、私がよしじゃあ激辛ラーメン食べますって言えば激辛ラーメンは食べます、この番組の中で全然。じゃあであれじゃないですか、あのこう真夜中の実験室っていうこう夜食というかこう夜にいろいろ作って実験するコーナーがあるじゃないですか。今日ちょっと迷ったんですよ。今日ちょっと辛いものをテーマにしたから真夜中の配信も辛い食べ物にすべきかなって思ったんですけど、ちょっとやっぱりおじけづいて別に辛い食べ物じゃないんですね今日は。でもやっぱ辛い食べ物の需要が一定数あるなら今度やろうかな。今度だからこう辛いものを作って食べる配信しますか。デスソースとか持ってきてねっていうのが皆さんが見たいなっていうお声があったらやろうかなって思います。蒙古タンメンですね、私食べたことないんですよね。食べてみたいけどお店に行っていやーちょっと辛くて食べれないよってなったら怖いなーとか思って食べれないでいる。あでもカップラーメンで最近蒙古タンメンありますよね。最近っていうかありますよね、前から人気ですよね。あれになったら挑戦できるかな。うん、メールありがとうございます。まるこさんありがとうございます。続いてもう一つ、あ、ヒートさんからもう一ついただきました。ありがとうございます。あ、どうもガチ恋さんです。ヒートさんありがとうございます。もうコントですよねこれ。もうボケなんかこういうお約束みたいな。ラーメンでおすすめは冷たいラーメン発祥の地山形県にある龍上海、これですね龍に、上海の上に海って書いて上海ですね。龍上海の辛味噌ラーメンです。カップラーメンにもなってるくらいの人気商品です。お、カップラーメンになってるんですね。それは吉報。へえ、さっき言ってた辛味噌ラーメン、ちょっと龍上海調べてみましょう。南さんへ、冷やし中華だけではなく暑い日は冷たいラーメンを食べるのもおすすめですよ。冷たいラーメン食べたことない。冷たいラーメン食べたい。龍上海辛味噌ラーメン、辛味噌レシピとか出てくる。通販もしてるんですね。あら美味しそう。なんか上、あ、これ上に乗ってるのがきっと辛味噌ですね。こういうこの上に乗ってるのがきっと辛味噌ですね。なんか遠目から見るとちょっとたらこみたいに見えますね。へえ、すごい。なんかしかもなんか青のりみたいなのかかってますね。そしてこれからカップラーメンがある、龍上海のカップラーメンがあるよ。はこれセブンイレブンで発売って書いてます。ちょっとこれ
皆さんセブンイレブンで売ってるらしいですよ。ちょっと探そう探そう。セブンイレブンまだあるかな。ちょっと探しましょう。食べたいな。よいしょ。メールありがとうございます。冷たいラーメン食べたことない。でどんな感じなんだろう冷たいラーメンって。チャットを見ようっと。みつさん、今日 AKB 少しだけ勝ちました。北斗さんは5日前に打ちましたが当たらずでした。今週は2万円負けました。4円チャレンジ失敗しました。ああ、そう4円はやっぱり負けた時のダメージがでかいじゃないですか。だから私はちょっとビビって1円でしかチャレンジしないんですけど、基本的にはできない、しないっていうかできないんですけど、前4円で1回だけ打った時にスッカスカだったんでそう怖いんですよ。1円は長くやっぱねやれるじゃないですか。そうそうそう。としかさん、これは5万円負けました。あー、いやー、赤保留でなぜ外れる。わかるね。なんかやっぱ熱い時に外れるとうーってなりますよね。うーって。外れそうな時に外れるのはいいけど、やっぱ当たりそうな時に外れるのはへこみますよね。うーってなる。いやー、でも負けた分がねきっとどっかで返ってきます。みなみさんならセミロングでも似合うと思うよ。あー、ありがとうございます。皆さんご意見ありがとうございます。みつさん、みなみちゃんは今の髪型似合ってます。なるほどなるほど、ありがとうございます。なるほどなるほど、ありがとうございます。セミロングだとやっぱりこう 重みでね、髪の重みで落ち着いてくれるから楽っちゃ楽なんですよね。そう、でもこう今の髪型も楽しい、ただ扱いづらい、難しいですね。マルコさん、楽しみにしてます。了解です。じゃあやるか、どっかでやるか。真剣ゾーンで外れ最悪でした。真剣ゾーンで外れることなんてあるんですね。そんなことはピンホールで外れるし、いやー見たいですけど、むせて食べられない気がする。うん、全然食べられないですよ。もうなんか食べた瞬間にゲホみたいな感じでしたもん。お前もああみたいな、あちょみたいな。そうだから、ちょっとあのアーカイブに残さない日とかにしましょう。アーカイブに残っちゃうとちょっと恥ずかしいかもしれないから、とか言って LINE ライブはアーカイブ残ってるんですけどね。食べたい、見てみたい人は LINE ライブの私のアカウントを頑張って探して、ぜひ見てみてくださいじゃあやりましょうかね。いつかいつか今月中のどっかで。ヒートさん、お約束。そう、お約束です。ね、美味しそうですよね。食べたい。その辛味噌を溶かしながら食べます。うん、なるほど。ありがとうございます。皆さんいろいろ教えてくださってありがとうございます。引き続きですね、メールの方もお待ちしております。というわけで、そろそろオープニングトークのコーナーを締めます。締めます。締めますって言って締める。しかも4パチで熱くなるし、この4パチでやっぱね、4パチはやっぱハイリスクが入りたいんじゃないですか。その時のね、あるんでしょうね、きっと。1パチはやっぱこう、外れてもまあまあまあ、まあまあ、まだもうちょっとやれるし、みたいな心のね、気軽さはありますからね。はい、というわけで、続いてのコーナーは、チャカチャカチャチャーン、こぼれ歌のコーナー、テケテケテン。はい、このコーナーはですね、皆さん多分ご存知の通り、私はミュージカルが大好きです。ミュージカルを勉強しています。もちろんということは歌も大好きです。というわけで、皆さんにですね、歌ってほしい子守歌のリクエストをお待ちしております。でですね、メールチャットでも何でも何でもお待ちしております。書いてくれたら、私がメモっておきます。ただですね、だいたい歌えない曲が多いので、練習しておいて、次その方が見に来てくれた時にお歌をお届けするという風にしています。歌のジャンルは何でも大丈夫です。子守歌って書いてありますけど、別にゆったりしてなくても大丈夫です。ロックな感じでも大丈夫です。オールジャンルお待ちしております。はい。というわけでですね、先週いただきましたリクエストを、早速歌っていきたいと思います。ですね、先週ですね、としかずさんとみつさんから1曲ずつリクエストいただきました。あれ？今イヤホン見たら、イヤホンのゴムの部分が消えててびっくりしました。あれ？どこ行った？さっきあったんですけど。まあいいよ、今度探そう。いや、どういうことかっていうと、こういうこと見てください、見てください。イヤホンの正しい方はこっちです。
正しくはこうなってるはずが、こっち、あれあれ、白いゴムのところが足りない、このまま耳に突っ込むと痛いやつみたいになってます。あらららら、さっきあったんですけどね。まあでも逆に言うと、さっきあったっていうことはここからどっかに落としてきたわけじゃないから、放送終わったら探そうと。まあ最悪なかったらどっかでスペア買います。そんなことあるんかいっていう、なぜなぜポケットとかに入れといたわけでもないのにっていう。いやー面白いですね。はい、それじゃあですね、パチ台に八つ当たりしてしまったとしかずさんからいただいたリクエストからね、先に歌いたいと思いますね。としかずさんの心が癒せることを信じて歌いたいと思います。吉川さんからいただいたリクエストは、皆さんご存知カーペンターズのトップオブザワールドです。有名すぎるほど有名ですね。英語です。英語噛まないか心配だな。Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if the dream. Everything I want the world to be.It's now coming true, especially for me. And the reason is clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I see. I'm on the top of the world looking down on creation, and the only expression I can find is the love that I find.Put me at the top of the world. はい、というわけで、カーペンターズのトップオブザワールドでした。一部舌が回ってなかったですが、いやそんなことなかった、全部回ってたよ、気づかれなかったらセーフ。ね、名曲ですよね、これは本当にね、多分としかずさんに呼ばれただろう。いやこれはカーペンターズって言ったらね、ほんと1970年代のアメリカで、もうアメリカのなんというか音楽シーンを一世を風靡した方々ですけど、だから1970年代だからもうね、30年40年前にはなりますけども、本当に今聞いても何の古さも感じさせないというか、これカーペンターズに限らず名曲って本当にそうだなって思うんですけど、いつ聴いてもやっぱり時代を、いい意味で時代を感じさせない、いつでも新しくいい曲だなっていう感じることができるなって思います。それはミュージカルもしかりなんですけどね、カーペンターズ、このお姉さんのね声がいいですよね。あ、妹か、カレンさんは妹か、そうそうそう、リクエストありがとうございます。パチパチ、みさん、たしかずさん、パチパチパチ、ありがとうございます。これ中学校の時にも英語の授業で歌った思い出があります。はい、というわけでまた子守歌のコーナーはコーナーの間に挟んでいきたいと思います。というわけで続いてのコーナー、てりー、千人 TV の注目ブログベスト3、ふぅ、このコーナーは私が今週気になったブログ記事を3つピックアップして紹介するコーナーです。今週も気になったブログ記事3つ紹介していきたいと思います。と言いつつ今週は1つ自分が書いた記事です。はい、というわけで1つ目早速、私が自分で書いた記事を紹介していきたいと思います。千人 TV のメンバーが中心となって運営しておりますブログ、昨日より今日はもっともっと素敵ブログ、イケてる大人計画、より私が書いたブログ、音大生吉村みなみのタッチを劇場に連れて行って、はちびる、
映画グレイテストショーマン2時間に詰め込まれた最高のショーパフォーマンス、ふふー。はい、というわけでですね、私もたまにこのブログ、このブログに記事を書かせていただいてまして、まあ、私は主に舞台ミュージカルに関することを書いています。で、今日久々にブログ記事を更新しました。グレイテストショーマン、映画グレイテストショーマンにの魅力をお伝えしたいと思って書いた記事です。グレイテストショーマン噛んだ。グレイテストショーマン、皆さん見られた方もいるのかな、どうかな。で、見たことない方でも結構それこそ CM とかで見てたりとか、あとですね、曲がいいので結構街中とかでですね流れてたりするんですよね。とラジオとかでですね結構こう流れてたりするので、あの見たことないけど曲はなんとなく知ってるとか、あ、なんかこのミュージカル映画今やってるよねみたいに知ってる方は多いんじゃないかなって思いますね。 This is me とかね、とても流れてますね、いろんなところで。アナ雪のレッドイットゴーレベルで流れてますね。はい、というわけでそんなグレイテストショーマンの関する、グレイテストショーマン先日見てきましたので、その良さにわーってなって皆さんにもこの良さをお伝えしたいなと思って書いた記事でございます。自分で書いた記事なんで逆に余計な情報を付け足してしまいそうで怖いんですが、抜粋しつつ紹介していきたいと思います。はい、ブログ記事タイトル、映画グレイテストショーマン2時間に詰め込まれた最高のショーパフォーマンス、というわけで、先日やっとこさ今大ヒット中の映画グレイテストショーマンを見てきました。これはですね、主演が、レ・ミゼラブルでジャン・バルジャンを演じたヒュー・ジャックマンが主演の映画です。ヒュー・ジャックマンが演じるのはショービジネスの原点を作り出し地上最も偉大なショーマンと呼ばれた19世紀アメリカに実在した P.T. バーナムという人物、実在の人物を元にしたお話なんですね。ではどんなお話かというと、あらすじと概要、レ・ミゼラブルでも華麗な歌声を披露したヒュー・ジャックマン主演で地上最も偉大なショーマンと呼ばれた19世紀アメリカの実在の興行師 P.T. バーナムの半生を描いたミュージカル。劇中で歌われるミュージカルナンバーをララランドも手掛けたベンジ・パセック&ジャスティン・ポールが担当した。貧しい家に生まれ育ち幼馴染のメーカーの令嬢チャリティーと結婚したフィニアスというのがこちら P.T. バーナムですね。妻子を持ち、妻子を幸せにするため努力と挑戦を重ねるフィニアスはやがて様々な個性を持ちながらも日陰に生きてきた人々を集めた誰も見たことがないショーを作り上げ大きな成功をつかむ。しかしそんな彼の進む先には大きな波乱が待ち受けていた。というわけでですね、まあそのヒュー・ジャックマン演じるバーナムさんがこう妻と子供を幸せにするためにやっぱお金を稼ごうというわけでですね、そのお金を稼ぐ手段としてそのサーカスというものをですね彼は作るわけですね。でそのサーカスに集める人たちが、まあ、この映画の中だと当時そう呼ばれてたフリークと呼ばれる人なんですけども、まあ、どういう人かっていうと、まあ、ここにもかですね、さまざまな個性を持ちながらも日陰に生きてきた人々って書かれてるんですけど、まあどういう個性かっていうと、まあ身体的にこう他の人と違った特徴を持ってる、出てくるのが、まあ、ひげがすごい生えた女の人だったり、犬みたいに毛が長い毛深い男の人だったりとか、あと22歳だけど5、6歳ぐらいの身長しかない人、ない男の人だったりとか、まあそういう言ってしまえば、まあ、障害を抱えた人々なんですね。でそういう人たちがこうそういう人たちを集めて、まあ今で言う、まあ、言っちゃえば見せ物小屋みたいなものですよね、を作って、でもそれでその人たちをこうですね、そのたった一つの個性、今までこう叫ばまれてきた個性をこう魅力として売り出して成功する、そのサーカスは成功する、まあでもその成功だけ、まあ成功ずっと成功続くわけじゃなくて、まあいろいろあるんですけど、まあそういったところが、大筋になっています。で、私のざっくりとした感想をここに書いてるんですけど、ざっくりとした感想としては、映画のタイトル通り最初から最後まで最高のショーを見せてもらったと感じました。細かく気になるところはあったけれども、ヒュー・ジャックマンをはじめとした
実力を兼ね備えた豪華キャストさんたちによる圧巻のパフォーマンスが2時間の映画の中にこれでもかというくらいに詰め込まれていて大満足でした。でですね、なんとですね、グレイテストショーマンは歴代ミュージカル映画の興行収入ランキングでもララランドを抜き第3位になりました。ちなみに上位2つは何かっていうとレミゼラブルと美女と野獣です。でですね、グレイテストショーマンがなぜそんなにヒットしてるのかっていうのを考えた時に、こう観客層の幅が広いっていうのとリピーターが多いっていうふうに書かれていて、それに関して思ったのが、まあこれ全部今読みながら全部紹介していくとこうやっぱりとても時間かかっちゃうんで、ざっくり言うとこうストーリーがシンプルでパフォーマンスがとってもダイナミックなんですね。でストーリーがシンプルなんでやっぱりこういろんな人に受け入れてもらいやすい。なんか言っちゃえばこうディズニームービーみたいに分かりやすいんですよ。トラブルが起こるなんとかなる、トラブルが起こるなんとかなる、だからこう安心して見てられるんですね。だからこう子供から大人まですごくシンプルで分かりやすく見られる。でですね、こうテーマとしてもこうさっき言ったみたいなフリークスの人たちも自分の居場所を持っている。でそういうのがなんて言うでしょう、こう自分のこういろんな人はいろんな個性があって、でもそれはその人にしかない魅力で、それを誇って生きていっていいんだよみたいな、これが私なんだよみたいな気持ちで生きていっていいんだよっていうことが書かれてるんですね。でそういうメッセージってこうやっぱ普遍的じゃないですか。そういう普遍的なメッセージがすごくいろんな人に響いてるんじゃないかと私は思います。あとパフォーマンスが多くとってもダイナミックっていうのがあって、こうよくこうこれですね、グレイテストショーマンはララランドと作詞作曲の人が一緒で、なんかよくララランドとですね比較されるんですね。やっぱり年もちょっと近いし、2016とね2017年の作品なんでやっぱ近いんで比較されるんですけど、こうララランドとまあこれどっちが好きかっていうのは完全に好みだと思うんですけど、こうララランドはどっちかというとやっぱしっとりめで、グレイテストショーマンはやっぱりこう大きなナンバーが多い、いろんなたくさんの人で歌ったり踊ったりするナンバーが多いから、なんかこうやっぱミュージカル感が強いんですね。こういういろんな人が求めてるミュージカルの像としてこう多分グレイテストショーマンの方が当てはまっていて、そのなんかこうねすごいパーンって派手なパフォーマンスとかがやっぱり映画館で見るととっても癖になるし、音響で見るとやっぱあれは DVD じゃね、なかなか家によっぽど立派なシアタールームでもない限り味わえないだろうなって思うし、それでやっぱパフォーマンスの派手さみたいなのがリピーターの多さにもつながっているんじゃないかなと思います。はいですね、こうどうしてもあと紹介したいのが、こうとりあえずグレイテストショーマンやっぱり曲が最高なんでございます。曲がですね、リプライズ抜かすと、まあ、全部で9ナンバー9曲書き下ろされているんですけれども、この先ほどもちょっと出たんですけども、この作詞作曲を担当したのがララランドも手掛けたベンジ・パセック&ジャスティン・ポールという2人組なんですけども、もうこの2人組がですね、もうミュージカル界だともうめちゃめちゃ熱くてですね、もう今めちゃめちゃ激熱、まだ33歳という若さなんですけど、もうすごくいい曲をいっぱい生み出してるんですね。でですね、去年の2017年のトニー賞っていう、まあ演劇のアカデミー賞みたいなのがあるんですけども、それで、6部門を受賞した今最も話題のミュージカル「ディア・エヴァン・ハンセン」っていうのがあるんですけど、そのミュージカルの曲作詞作曲も、彼らベンジ・パセックとジャスティン・ポールが担当してるんですね。でベンジ・パセックとジャスティン・ポールが書いた「ディア・エヴァン・ハンセン」の曲があるんですけど、Waving Through the Window っていう曲があるんです。それめちゃめちゃいい曲で、で、もちろん彼らもそのトニー賞でオリジナル楽曲賞を受賞しました。これは本当にすごいことです。だから最近近年ヒットしているミュージカル映画の陰に彼らがいるみたいな、ララランド、ディア・エヴァン・ハンセン、グレイテスト・ショーマンっていう、すごいです。でですね、やっぱ曲の中で一番有名なのが、グレイテスト・ショーマンの曲の中だったら一番有名なのが This is me ですね。 This is me, this is me ってやつ、 This is me, this is me ってやつですね。これやっぱ有名なんで、なんかあこれ聞いたことある気がするってなる人も多いのではないかと思うんですけど、本当にこれ曲単体でもめちゃめちゃ最高なんですけども、これ歌うのが、さっき言ってたヒゲの生えた女性レティ役の、キアラセトルという方がね歌われるんですけども、
これはですね、さっき言ってた、フリークスの人たちがこう今までこう体に持ったさまざまな特徴のせいで、人々から心ないことを言われたり、こう日陰に隠れて生きていけって言われてきたけど、そんな言葉には屈しない私たちには、私たちの居場所があるわ、これが私よっていうことをですね、すごく力強く歌っていて、まあ、グレイテストショーマンのこうテーマ、大きなテーマの一つそのものを象徴するような曲でもあって、こういう曲そのものはですね4分ほどなんですけど、まあ撮影時なインタビューによると撮影には16時間かかったそうで、まあやっぱこの曲はぜひとも映画館で見てほしい一曲でございます。まあ他にもちょっといろいろですね、他の2曲ほど紹介してるんですけど、全部話してるとこれだけで番組が終わってしまうので、気になる方はぜひぜひブログ記事を読んでみてください。はい、というわけでですね、ぜひグレイテストショーマン、2月に公開されたので、そろそろ公開が終わってしまう映画館もあるのではと私的にはヒヤヒヤして、でもまだまだヒットしてるみたいなんで、多分都心とか、都心、まあ、都心って言うと東京都だけになっちゃいますね。これやっぱ大きい映画館とかだったら結構まだ大丈夫かなって私は信じてるんですけど、まあ、気になる方は、ぜひ終わってしまう前に映画館にダッシュして見てきてください。なんならもう明日にでも見てきてください、ぜひぜひ。というわけで、こちらグレイテストショーマンに関する記事でした。うん、大丈夫でした？私早口すぎませんでした？今日私なんとなくちょっと早口な気がするね。そう、グレイテストショーマンぜひぜひ見てねっていう感じです。まあ二言で表すとしたら、あのストーリーは二言で表さない、2つ大きい要素があって、ストーリーは安定感がある、シンプルなんですけど、でも若干薄っぺらいです。でも多分そこがいいっていう人もいます。なんか逆に深すぎないのが多分ヒットしてる理由なのかなって思ったりもします。で、曲はもう本当に、曲とパフォーマンスもめちゃくちゃいいです。曲とパフォーマンスはもう何も文句言うところないです。だからぜひぜひ入門編っていうか、普段ミュージカルを見ない人にもすごく、親しみやすい曲映画なんではないかなと思っています。はい、あ、うちさん今日もそんな、もうちょっとなんか、あの自分で読み上げるのちょっと恥ずかしいんで字面で噛み締めております。南お嬢様こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、そんな、もうそんな嬉しいけど、そんなに褒めていただいてどうしよう、この褒め言葉に本当恥ずかしくないぐらい素敵な女性になれるよう、精進していきます。ねえミスさん本当すごいですよね、すごいです。名前カタカナにしました。画像は南さんの片目です。やはりか、いやそう、ちょっとこの目は、いやこれはもしかして私か、なんとなく見覚えがあるような気がするって思って、あーそうか、私の目綺麗ですねって自分で言っちゃう。いやありがとうございます。褒めないうちはただの内田ですから、どういうことですか。LINE ライブで配信してた画像です。あーやっぱそうなんですね、イエーイイエーイ、嬉しい。その画像をまだ撮っといてくれてるっていうのが嬉しいです。みんな、ね、誰かと思います。そうですよね、誰だろうってなりますよね。いやー嬉しい、ありがとうございます。よく見たら、でも、わかります？私はほら自分の目だから、あ、私の目だってわかるけど、皆さんが見てもわかるもんなのかしら。嬉しい、でも。よし、はい。というわけで、2つ目の記事を紹介したいと思います。2つ目の記事は、イケてる大人計画のブログを読者登録してくださってる方のブログ、マジピースさんから、集中力を高めてパフォーマンスを上げる方法を科学的に考えるという記事を紹介したいと思います。集中力を高める方法大事ですね。私ですね、もう絶望的なくらいに集中力がないんですよ。もうなんか15分ぐらいしか集中してられなくて、15分集中して15分休んでみたいな、もうダメ。はい、というわけで、そんな私みたいな人におすすめなのがこちらの記事。勉強、仕事、スポーツなど自分の力を最大限に発揮するためのキーワードの一つが集中力である。
近年は夜中まで徹夜して仕事勉強をすることから高いパフォーマンスを発揮して時間内に仕事勉強を終わらせるを美徳にする価値観に変わる今、私たちは集中力を科学する必要に迫られている。まあそうですね、昔こうやっぱこう精神論とか熱血論とかじゃなくて、やっぱりこう効率よくシャシャシャっとやっていくことが今大事なのかなと思います。集中力を高めるとはどういうことか。集中力を高めることを考えるにあたり、まずは集中力とは何なのかを明らかにする必要がある。そこでですね、なんとメガネを作ってるジンズが作ったのがジンズミームという、眼球運動やまばたきを計測することで集中度合いを明らかにしてくれるジンズのメガネだっていうのですね。これ何のこっちゃって思うと思うんですけど、そのジンズの開発したジンズミームっていうメガネをかけると、ここでこうそのまばたきとかの状態をまばたきとかを計測して、自分がこれが今どれぐらい集中しているのかっていうのを計測してくれるらしいんですね。何その近未来的なメガネって思うんですけど、これですね、目の動きとか体の動きをこのメガネで捉えてくれて、それをスマホアプリと連動することで自分の状態が分かるらしいです。なんかセンサーがですねいっぱいついてるみたいですよ。見た目はですね、なんかこうなんてことない普通のメガネなんですけど、多分この普通のメガネなのにめちゃめちゃハイテクっていう、すごい心がワクワクする仕様で、なんとですね、これ Amazon で買えます、ジンズミーム。お値段42,120円。ちょっとリアクションしづらいお値段。なんかこう10万円とかだったら、うわー高いってなれるし、こう1万円ぐらいだったら、わーお手軽ってなるんですけど、4万かーみたいな。いやーでもちょっとやっぱりこう、やっぱちょっとセレブのものですよね。やっぱりそのちょっと自分の集中力計測するのに4万は出せない。まあでもそんな、でも気になる方はぜひですね、ちょっと買ってみてください。多分かっこいいんで。はい。で、そんなジンズミームによって、ジンズミームがミームによってどういう状態で人はね集中しているのか、どうしたら人は集中できるのかっていう研究データが出たらしいです。はい、ここで明らかになったのは、集中力は科学的アプローチで効果的に高めることができるということだ。というわけで箇条書きで説明されています。人間の集中力は4時間しか続かない。米国の心理学者曰く、人が1日によく集中できる時間は4時間と言われています。4時間をどの仕事に配分し深めていくかが質の高い仕事の入り口です。4時間、4時間は別にぶっ通し4時間じゃなくて、分割して1日24時間のうち4時間が集中している時間として使えるというわけですね。集中するとまばたきが減る。さらに精神が安定すると瞬きの強さが安定するらしい。へえ。このような研究をもとに、人間は深い集中状態に入るためには集中し始めてから平均23分を要することが分かった。つまり会社の仕事8時間、学校の授業1日の中では集中力がずっと持続するわけではないということだ。そうですよね、4時間半分ぐらいしか持たないよね。パフォーマンスを上げるためにはこの4時間の集中力を1日のどこに配分するか、そしてどの作業に配分するかが重要になってくる。なるほど。4時間って短いですよね。でもね、やらなきゃいけないこといっぱいあるのに、うわ4時間、まあ、24時間あったとして、まあ、起きてる時間がですね、まあわかんない、8時間じゃあ仮に寝たとして16時間で、そのうちまあ仕事とかしてる時間が8時間、そのうちの4時間。いやー、そう思うと人間ってね、意外とこう集中しないで生きてるんですね。はい、次。集中力を左右する要因は何か。朝方、夜方など人によって集中しやすいタイミングは遺伝子で違うらしい。ちなみに遺伝子的に日本人は朝方が 90% を占めるという。だから多くの人は朝に重要な仕事や勉強をした方がいい、効率がいいと言える。ほう、日本人は 90% が朝方。
じゃあやっぱ残業とかも朝に、じゃあ残業とかも夜にするんじゃなくて朝にした方が効率が良かったりするんですかね、お仕事とかも。私もでも中学受験の頃は朝にお勉強してたな。はい、次、場所。脳は場所と作業内容の紐付けを行っているという、つまりオフィスや教室など同じ場所で複数のタスクを処理すること、処理すると脳を混乱させパフォーマンスを落とすらしい。カフェ、自宅、図書館などどの作業をどこでするのかを選択する必要があるかもしれない。なるほど。へえ。じゃああながちこう勉強しようと思ってお部屋を片付けるみたいなことはこうあながち集中するにはいいのかもしれないですね。一回ちょっと環境を変えるとか、ちょっとじゃあスタバで勉強してくるわみたいなのは結構よく見ますもんね。やっぱりカフェとかでね、仕事、家とかオフィスじゃなくてカフェとかであえて仕事をするって人見ますもんね。やっぱそれも集中させる一つの手なんですね。はい、次、場合。作業の難易度によっても集中は左右される。難しすぎても不安になりダメ、簡単すぎて退屈でもダメらしい。へえ、人間ってめんどくさい。ちなみにパソコンのディスプレイは自分の頭と水平より少し下がベスト。今これこのパソコンはですね、少し下、あでもあもう少しどころじゃない、結構下でした。少し下ぐらいがいいらしい。触覚、噛むことが脳の血流を上げストレスや疲労を減少させるという。あ、じゃあガムとか積極的に噛んでった方がいいんですかね。続いて聴覚。聴覚でも集中とかあるんですか。人によって適した音は違うらしい。一般的には116拍のリズムがいいらしい。116拍、気持ち早めですね。116拍って言ったらもう、ね、116拍っていうのがこれが、まあ、多分4拍子での116拍だと思うんですけど、多分だからどんぐらいだろう。これぐらいですかね、116拍。うん。ちなみにここに書いてあるんですね、宇多田ヒカルのファーストラブはそうらしいっていうんで、皆さん集中したいときは宇多田ヒカルさんのファーストラブを聞きましょう。はい、次、嗅覚。コーヒーやお香などのリラックス効果は集中力に作用するらしい。味覚、血糖値の乱高下は集中力を落とすという、まあたくさん食べたと眠くなったりとかがそういうことですね。血糖値を緩やかに上げるためにナッツやヨーグルトなどがいい。おお、ヘルシー。私いつも放送前にヨーグルト食べてます。これいいですね。生産性を上げるにはただやみくもに長い時間作業するマネジメントではなく、エネルギーマネジメントが重要になってくる。ちょっと考えただけでも一つの作業に集中する、他の人に話しかけられない、興味が移らない環境を作る、場所を変える、ガムを噛む、朝やるなどなど、生産性を高めるさまざまな解決策がある。もしもっと厳密に調べたければジンズミームを買って測定 してみようというジンズミームをおすすめして終わるというこのブログ。はい、というわけでマジピースさんの集中力を高める方法を考えるブログでした。皆さん参考になったかな。私は、うん、なったけどなんか忘れそうなんで、ちょっとこの、定期的に読み返して、ああなるほどねって思っておきたいと思います。でもやっぱりいろんな作業って朝にする方がいいんですね。ついついなんかこうね、夜とか眠る前とかね、ちょっと眠い目こすりながら、あ終わらせてから寝ようって思っちゃいますけど、日本人の 90% は朝方らしいんで、皆さん朝にやれることは朝にやりましょう。はい、うん、ちょっとチャット。というわけで2つ目のブログ紹介でした。ぴょん。はい、言われなければわからなかった。そうですよね、ホラー画像じゃないから安心してください。確かに片目だけってなかなかの怖さですね。すみません、今日とても色っぽく大人っぽい衣装ですね。すごく美しく似合っています。あ、ありがとうございます、褒めていただいて。これですね、おニューなんです。今日これ通販で、私の好きなんですね、ヴィンテージの服の通販サイトがあるんですけども、そこで買って、これ今日のお昼に届いてテンション上がって今日着てきちゃいました、見せたくて。そうそう、これがですね、チュール素材になって、中に黒キャミソールを着てて、上がですね、この黒のチュールでちょっと透けてる感じになってるんですけど、
セクシー、ちょっと色っぽくて、でも可愛くってっていう素敵なデザイン。これとかがね、レースになってて、近くで見るとまたここら辺にもですね、違うレースがついてたりして、とっても可愛いんですっていう、襟元もこういう風になってる。褒めてくださってありがとうございます。嬉しい。そう、クロークってですね、こういう感じの好きなんでね、ついこういう感じのバカ買っちゃうんですよね。そうそうそう。お洋服つい似たようなの買っちゃう。目が悪いから、最初は、としかずさんが顔出ししたのかと思った。あ私、としかずさんだと、いいですね。それ面白いですね。確かになぜ固めなんだろう。両面入りきらなかったんだよ。俺とあーちんも配信の時にスクショしました。あーん。あーちん。ねえ、そうですよね。そっか。今、やっぱ高3は忙しいのかな。高3はいつでもきっと忙しいですよね。この頃から南さん可愛かったから新鮮だよ。イエーイ。嬉しい。この頃から可愛かった。嬉しい。いやーでもね、やっぱ日々日々可愛くなりたいですねって思ったりする。昨日よりやっぱ今日の方が素敵でありたい。あ、すごい、ブログタイトル。私たちのブログのタイトルみたい。でも本当にそう思います。なんか、やっぱり、ああ、1年前の方が、写真とか見返して、ああ、1年前の方がなんか私、綺麗だなって思いたくないんです、絶対。悔しいから。やっぱり1年前の写真見て、あ、1年前もいいけど、今の方がいいなーってやっぱ思いたいんですよね。そうなれるように頑張る。見た目だけじゃなくて、歌とかダンスとか、いろんな演技とか、いろんなことですね。あーちん元気ならよかった。結果、人間ってめんどくさい。確かに。こんなね、いろいろコントロールしてあげなきゃ集中できないなんて。集中しろって思ったら、ピッて集中できたらいいですけどね。まあでもそれだとやっぱロボットみたいですもんね。2、3年前です。あ、3、4年前ぐらいですかっていうのに対して。そうですね。大学、あれは、でも大学、そうですよね。2年生ぐらいの頃によく配信して、大学1年生と大学2年生にかけてよく配信してたので、2年前ぐらいですね。あ、りんかちゃん、こんばんは。ありがとうございます。見に来てくれて。お疲れ様です。ひでさんね、心配ですよね。まだちょっとね、ご連絡とか。ないから心配です。早く元気になって戻ってきてくれるといいな。はい、というわけで、3つ目のブログ紹介したいと思います。3つ目のブログは、伊勢吉だってズレズレ語りたいというブログから、辛すぎるものは死のリスクが伴うらしいというメールテーマで辛いものをおすすめしてもらっといて、なかなかちょっとデンジャースな感じのブログ記事を紹介します。はい、辛すぎるものは死のリスクが、リスクじゃない、リスクが伴うらしい。どうも、皆さんは辛いものは好きですか？しかし辛いもの大好きな方、ご注意召された方がいいかもしれません。というわけでですね、この後にですね、ニュース記事をですね、引用して紹介されているので、抜粋しつつ紹介したいと思います。世界一辛い唐辛子を食べた男性の脳血管に狭窄が見つかった。アメリカで開かれた唐辛子の大食い大会で、世界一辛いと言われるキャロライナ・リーパーという唐辛子を食べた挑戦者の男性が、直後に激しい頭痛を訴えて病院に運ばれた。神経科の専門医が、9日の医学誌に発表した症例報告で明らかにした。患者は34歳の男性で、頭と首の激しい痛みを訴えて病院の集中治療室に運ばれた。大会でキャロライナ・リーパーを食べた直後に後頭部に激痛が走り、頸部から頭部にかけてたちまち痛みが広がったという。これがですね、検査した結果、脳出血や脳梗塞は起きてないことが判明。しかし脳内の血管を調べたところ、左側の内頸動脈など脳につながる4本の血管に大きな狭窄が見つかり、唐辛子が原因と思われる病気、まあなんかちょっと難しい漢字が並んでる病気が診断された。
逆性の血管連縮症候群っていうね、ちょっと聞いてもよくわかんないですね。でもこれが脳血管に、要は異常が出、唐辛子の辛さのせいで脳血管に異常が出てしまったという、なんということでしょう。そういうことがあるということです。これがですね、これが発症すると、雷に打たれたような激しい頭痛を伴う。大抵は数日から数週間で回復するが、重症化すると命に関わることもあるというわけなんですね。まあ、ここまで辛い唐辛子をね、皆さん食べることはないと思うんですけど、こうやっぱり健康にはちょっと命、あんまり辛すぎると命の危険があるというわけですね。これはですね、どうやら辛いもののような刺激を感じると分泌されるエンドルフィンという分泌が関係しているそうです。いわゆるアドレナリンと同様、脳内麻薬の一種なのですが、アドレナリンが興奮を促す作用があるのに対して、エンドルフィンは鎮静作用があります。これによる高骨感を感じることで、日常のストレスを和らげるものためのものとして辛いものを求めるそうです。要はその辛いものを食べてエンドルフィンが出て、その高骨感を味わいたいっていうので、エンドルフィンを出すために、落ち着かせるために自分をヒートアップさせるっていう、すごい永久期間みたい。はい、そんな辛いものをこよなく愛するあなたへ、今日は世の中の辛いものがどれぐらい辛いかご紹介。これが単位で使われているのがスコビルという単位なんですけど、これが食物に含まれるカプサイシンの割合を示しています。カプサイシン、あれですね、唐辛子とかに入っているあの辛い、なんて言うでしょう、成分なんですかね、カプサイシンはですね。タバスコが2500スゴビル、なんか お金みたいな、面白いですね。ちょっとハラペーニョが8000スゴビル、ハバネロが急に単位が変わる35万スコビル、スコビルって言いづらい、しかも、ウルトラデスソースが117万スコビル。これウルトラデスソース皆さん知ってますか？ビレ版とかで売ってるんですけど、うちのお父さん好きでよくいろんなものにかけてるんですけど、信じられないと思います。117万スコビルですよ、ハバネロの3倍。でさっきのニュース記事で男性が食べてたキャロライナリーパーが220万スコビルで、世界一辛いで辛い唐辛子としてギネスに認定されているドラゴンズブレスっていう、もう名前からしていかつい唐辛子があるんですけど、これが240万スコビル。恐ろしい、どういうこと。タバコスコに比べると完全に蒸気を逸したレベルをさらに超えてますね。まあここまでじゃないにしろ、辛いものの食べ過ぎは食道がんのリスクも高めますので、十分注意して召し上がってくださいね、というわけでした。いやー、なんかちょっとこう本当に辛い唐辛子たちの単位が急に、タバスコが2500スゴビルに対して世界で一番辛い唐辛子は240万スコビルですよ。戦闘力が違うにも程があるね。でね、辛いもの食べ過ぎるとどうなるのかっていうのを調べてみたんですけど、辛いものを食べ過ぎるとこう味覚がちょっと鈍くなりやすいというのと、ちょっと生活習慣病のリスクが高まるみたいな、怖さがあるみたいです。でもですね、そんなにね、だからさっきのめちゃめちゃ辛い唐辛子を大食い大会で食べるみたいなことをしなければ普通に大丈夫なんですよ。だってですね、1回あたりそのカプサイシン、組織の辛みのやつですね、辛みの成分カプサイシンを1回あたりに摂取できるのは、摂取できる限界量としては、体重60キロの大人だと、一般的なキムチ用唐辛子だと、4000本から5000本までは食べても大丈夫っていうことに一応なってるんですよ。だから普通の人間生きてて、多分唐辛子4000本5000本の辛さにぶち当たらないと思うので、でも普通は大丈夫です。でもすっごい激辛大好き、ドラゴンズブレス食べたいみたいな人は、多少健康に害が出る可能性がありますので、お気をつけくださいというブログ記事でございました。ね、辛いもの美味しいけど辛すぎるものには気をつけましょうね。まあ朝昼晩北極ラーメンとかやらなかったら多分大丈夫だと思います。はい、うん、
ねえ、そうですよね、トシカンさんも心配ですよね。さらに好きになりました。初めて会った時に魅力的で素敵な女性になってますよ。さらに好きになりました。いやー、もううちさんありがとうございます。どうして、して皆さんもそうですけど、どうしてうちさんそんなに私の欲し嬉しい言葉を言ってくださるんですか。そんなに甘やかしてくれちゃって、もう嬉しい、ありがとうございます。私も大好き。やっぱこうやってでもやっぱこう言ってくれたり、放送とか見に来てくれると、それこそ私も皆さんのことどんどん好きになっていくんですよ。あー、困った困った。レンカさん、まだ仕事が終わってない、うーん、頑張ってください、こんなお時間まで。でもね、さっきも言ってたけど、人間、日本人はだいたい朝方らしいんで、意外とあの朝やった方が仕事も結構効率よくやれるかもしれないですよ。今日は神々配信でお伝えしております。やっぱ今日神々ですよね。ちょっと感じた、いつも神々だけど今日はいつにも増して神々だなって。ねえ、うちさん怖いですよね。雷に打たれたような激しい頭痛ってどうなんでしょう。雷打たれたことないからわかんない。中辛くらいがちょうどいいね。そうですよね。以前月間食べて地になって大変だった。やっぱりちょっと辛いものってね、お腹とかお尻に来るって言いますよね。怖い。そう、それが怖くて、前激辛ラーメン食べた時、私だから皆さんにお腹大丈夫ってすごい心配されて怖くなりましたもん。全然大丈夫だったんですけど、まあ、大して食べてないからね。地は辛いですね。ドラゴンズブレス食べたい。その方とは友達になれないかな。いやー、ドラゴンズブレスはやばそうですね。調べたんですけど、うん、ギネスに世界で一番辛い、唐辛子として認定されています。日本で食べられるんですかね、これ。ドラゴンズブレス日本で調べてみよう。ドラゴンズブレス、名前がかっこいいですよね。ドラゴンズブレス日本、日本はどうなんだろう、出てこない。日本で提供してるお店はまだないのかもしれないですね。これ食べた人を殺せるほどの超激辛唐辛子って書いてますけど、怖い怖い、死ぬの。はい、というわけで皆さんもね、激辛にはくれぐれもお気をつけて。はい、というわけで、ブログ紹介のコーナーでした。うん、やばい、喉がパサパサ。はい、というわけで、続いてのコーナーに行く前に、子守歌のコーナーを再び挟みたいと思います。はい、子守歌のコーナーでは、皆さんからいただいた子守歌のリクエスト歌っていきます。というわけで、続いてのいただいたリクエストは、みちさんからいただきました。リクエストの曲を歌っていきたいと思います。みちさんからいただいたリクエストはですね、リンドバーグの今すぐキスミーという曲でございます。すいません。はい、というわけで、早速歌っていきたいと思います。チャカ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 、歩道橋の上から見かけた革ジャンに息切らしかけよった人混みの中、ドキドキすることやめられない、スピン気味のセリフにブレーキはノーサンキュー、身につけた変化球も今日はバイバイ、ドキドキすることやめられない、 Oh yeah 今すぐ Kiss me を、 Go away I miss you、 大好きだから笑ってよ、今すぐ Kiss meOh, oh, go away, I miss you. まっすぐに
I love you so。 はい、リンドバークさんの今すぐ Kiss Me でした。かわいい、今すぐ Kiss Me。 これカラオケで歌ったらめちゃめちゃ楽しそうな曲にランクインっていう感じです。やっぱこうノリノリな曲はね、こうクラシック系っぽいのはカラオケで歌うとうまくいかなかったりするんですけど、これノリノリのやつもやっぱこう、あ、こうそうね、この演奏の BGM が聞こえてないんで分かりづらいと思うんですけど、チキチキ、すごいね、ジャカジャカジャカってロックな感じで、軽い、かわいいロックな感じでですね、とってもノリが良いので、カラオケで歌いたい。このサビとかね、今すぐ kiss me, won't go away, I miss you。 いいな、なんかこう恋愛ソング歌うと、ああ、こういうのってどういう気持ちなんだろうってね、思って切なくなります。ぴょくぴょく動く足がかわいい。ありがとうございます。足見えてます？足見えてるんだ。見えてないと思って油断してました。嬉しい。なんかもう何でも褒めてくれるじゃないですか。楽しい。出血で大変になりました。ああ、そうなんですね。痔になったことないからわかんないけど、なんか痔の人とかをね、見たり、こう、病気のこと見たりすると、わあ、痔って大変そうだなって思います。大変そうだって思います。何の感想だって感じですけど。いやー、気をつけます。リンダバーク、懐かしい。高校の頃聞いてた。ああ、なるほど。私、初めて、このミスさんにリクエストいただいて初めて知った。ミスさんとシカさん、パチパチありがとうございます。パチパチの後にこの前パチって見たから、なんかこのパチパチ、拍手のパチパチがパチンコのパチに見えてくる。パチパチって、ミスさんありがとうございます。いえ、こちらこそありがとうございます。この前パチ打った時、当たりの音楽で聴いて懐かしかったんでリクエストしました。へえ、これが使われてたんですね。なるほど。確かにそういうので聴いてね、懐かしくなってっていうのはありますよね。私もあるかな、そういうのあるのかな。へえ、うちさん今日褒め殺しですよね。本当ですよね。このまま死んじゃうのでは。私、うちさんもちろんです。リクエストしてください。ぜひぜひね、皆さんもぜひぜひどしどしリクエストお待ちしております。はい、というわけで子守歌のコーナーでした。リクエストありましたらメールでもチャットでもお待ちしております。はい、というわけで、リクエストはもう、リクエストはいつでもね、全然大丈夫なので。はい。というわけで、続いてのコーナー参りたいと思います。チャカチャチャン。続いてのコーナーはこちら。真夜中の実験室。わー、ほらー、しまるくんも盛り上がってるよー。はい。このコーナーはですね、私がいろいろなレシピで、いろいろな食材を、いろいろな料理にするコーナーです。イェイ！ま、お料理コーナーです。はい。で、今日はですね、またちょっとこう、いつもは結構実験的なのだったり、いろいろ試してるんですけど、今日はちょっと趣向を変えて、おつまみ、もやしナムル、おつまみにぴったりな、もやしナムルを作っていきたいと思います。でですね、今日はですね、なんとですね、お酒も用意してありますので、お酒にぴったりなおつまみを作って、晩酌していきたいと思います。なんで皆さんもお酒飲みたい方はですね、ぜひカメラ前にお酒をいそいそと用意して、みなみちゃんと一緒にお酒を飲みましょう。うわーっていうコーナーです。今日はそうだからですね、私もこんなね、深夜にお酒飲むことあんまりないんで、まあ、そんな別に氷結なんでアルコール度数高くないんですけど、酔って寝ちゃったらどうしようっていうのもちょっと心配です。でも飲みます。だって飲みたいから。お酒そこそこ好きなので。でもね、日本酒はね、まだ飲めないんですよ。お子ちゃまだから。そうです、またキッチンへ旅立ちます。今日もキッチンですので、あ、その前にウッチーさんのリクエストが、知らない方ばかりかもばかりかも、まなみのまなみのりささん、まなみのりささんですよね。ウッチーさん、まなみのりささんの、逆襲のポラリス。なんかタイトル聞いたことある気がする。でもこれ逆襲のポラリス、できれば一番がいいです。了解です。ありがとうございます。逆襲のポラリスかっこ一番。よし、
ゆくずさんありがとうございます。じゃあ次来た時に歌えるように練習しておきます。はい、というわけで、今日もキッチンの方へ旅立ちたいと思います。行くぞキッチンへゴー。キッチンにやってまいりました。どうもこんばんは。ちょっと待ってくださいね。今ですねチャット欄を開きます。このコーナーになるとですねスマホでですねこう番組を見るのでちょっとこうチャットとかのね反応速度が遅くなるんですけど、ちょっとごめんなさいね。それはご容赦くださいませ。はい、よし、チャットを開いた。お、お酒、俺も飲もう、飲みましょう。よし、じゃあ早く美味しいおつまみ作って皆さんと一緒にお酒を飲むぞ。おー、よし、じゃあ作っていきたいと思います。今日作るのは、クックパッドで人気のごま油が美味しいもやしのナムルを作っていきたいと思います。夜に食べてもヘルシーだし、お酒のおつまみにぴったりですよね。私もやしのナムルをお酒のおつまみに食べるの大好きなんですよ。はい、というわけで、早速作っていきたいと思います。もう材料はですねとても少ない。もやし、ごま油、塩、鶏ガラスープの素、水、白いりごま、たったこれでできちゃいます。このレシピはですね、ニンニクが入っていないんで、人と会う前に食べても安心なレシピです。まずもやし、そもそももやしって安いじゃないですか。もう今日買って、いやーもやしなんて安いんだって思いました。これ安いところで買ったんで、もやし一袋ですね本当に、33円とかでした。びっくりした、びっくりしました。というわけでそんなもやし、まず一袋をですね、ヒゲをなんかなんとなくざっくりとヒゲを取って、これを電子レンジでチンしました。500ワットで、2分してこんな感じになりました。イエーイ、すごいですよね。だってこれで33円ですよ。もやしって偉大な食べ物です。これでですね、水気を軽く切ります。あ、今水気切ってたらもやしが1本フライアウェイしちゃった、まあ、そういう時もありますよね。はい、でこの水気を切ったもやしを、じゃあボウルに移しましょう。はい、ボウルに移します。すごいですよ、もう多分これねすごい簡単にできちゃう。よいしょ。でここにですね、ごま油、塩、鶏ガラスープの素を入れていきます。でこう私皆さんに褒めてほしいのが、見てください、ついに用意しました計量スプーン。デレレデレ、今まで計量スプーンはですね、計量スプーンを私がいつも用意してなくて、スプーンと目分量と計量カップ、あ、計量カップじゃない、計量カップを使ってやってたので、こうすごくね大雑把な女だと思われてたんですけど、もう計量スプーンが出てきました。今週から計量スプーンくんがいるので安心です。もうこれで適当なんて言わせないぜという感じです。はい、ここにですね、ごま油大さじ1と2分の1を加えます。まず、はい、大さじ1、すごい大さじがちゃんとある、もう感動ですよ。はい、と2分の1を入れます。あ、ちょっとこれザルがあると見えづらいですね。はい、今大さじ1と2分の1を入れました。はい、で続いてですね、塩を小さじ3分の1から3分の2、いや分かりづらい、分かりづらい、36回目にして初計量スプーン、本当ですよ。はい、小さじ3分の1ぐらい、ざっくりざっくり、かわいいかわいいですねこれ。あ、小さじ、これ小さじじゃないや、これ 1g のやつでした、間違えちゃった。これすごいんですよ、なんかね小さじだけじゃなくてね、 15g、 あ、 15g じゃない、15、15、2.5、1っていう風になってるんですよ。だからこの1、間違えちゃった、小さじは 2.5、 あれ小さじって 2.5 でしたっけ。あ、やばい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 、あの、あんまり言うと何かがバレる。いや、小さじは5ですよ、小さじは5だから、この 1を2杯ぐらいで、まあ、小さじ3分の2、3分の1ぐらいですね、ちょうど3分の1と2ぐらいですね。はい、
というわけで、小さじ3分の1から3分の2ぐらいのお塩を入れました。せっかく計量カップ用意したのに、種類を多い、計量スプーン用意したのに、種類多いのにしたせいで、何か逆にダメな気がしてきた。続いてですね、ごま油、塩を加えて、鶏ガラスープの素も加えていきたいと思います。これは小さじ3分の2ですね。小さじ3分の2なので、これですね、2.5 っていうやつがあるので、この 2.5 も使っていきたいと思います。2.5 でまず、小さじ1の半分ですね。だからこれ 2.5 に大盛りで取ったら多分大体ね、3分の2ぐらいだと思いますね。はい、こんぐらい。というわけで 2.5 の方に、こんもりと取って入れていきます。ドドドドン。すごい。今日すごいちゃんと作ってますよ。褒めて褒めて褒めて。はい。と、あと、お水を小さじ2入れていきます。はい。ちょっとお水を出そう。あ、お水。あ、ちょっとコップ使おう。お水のコップをあっちに置いてきてしまうというボンミスを犯しました。お水を出します。カメラレンズ汚れてます。あ、あれかな。ちょっとでもね、ここにピッて入っちゃってるんですよね。多分汚れてるっていうよりも。そうそう、多分これはですね、ちょっと拭き拭きしますか。でも多分拭き拭きっていうよりは多分ね、なんか、どうなんでしょう、ふきふきして取れるものなんでしょうか。柔らかめにふきふきしましょう。どうだろう、これですよね、多分このこれは多分ふきふきのじゃないんですね。だからこううまくここに被らないように私が動きますね。そういうミッションだと思って動く。ここら辺にいたらいいのかな。でなんか今フキフキしててあれの気分になりました。こうスポーツ選手とかがこうカメラにこうサイン書いたりするじゃないですか、アイドルとかが。そういう気分になりました。書いとけばよかったかな、サイン。吉村みなみって言って、はい、バカなこと言ってないでね。はい、進めていきましょう。お水をですね、これでも水っぽさが気になる方は加えないでくださいって書いてあるので、もやしのお水量にもよりますね。じゃあちょっともやしがですね、これ水っぽい気がするので、小さじ本当は2ですけど1ぐらいにしておきましょう。はい。で、これで混ぜていきます。あ、トップガンさんこんばんは。今ですね、もやしのナムルを作っています。これをですね、混ぜていきたいと思います。はい、今こんな感じですね。今ごま油、お塩、鶏ガラスープの素、お水が入った状態です。はい、これを混ぜていきます。混ぜ混ぜ。すごい、これだけでできちゃう。あ、そう、お水系結構多いですね。本当はお水系をですね、ちゃんと絞った方が良かったんですけどね。私がそこら辺に絞ちゃんと絞らなかったんで、若干そうですね。あ、そんなことない。ちゃんと切ったんですけど。大雑把じゃないアピールを今私必死に。あ、ダメだ。ここにいると、そうだ、かぶっちゃうんだ。お、混ぜ混ぜ混ぜ。お、ごま油が。いい感じに絡んで、もやしにツヤが出てきました。これね、鶏ガラスープの素とかね、うっかり混ぜが甘いとですね、一部分に固まって、あれここ味濃い、あれここ味薄いみたいな悲劇が起こりかねないので、しっかりと混ぜていきたいと思います。あー、やっぱごま油っていいですよね。いい匂いする、ごま油の。すごいな、どうしてこんなに香り付けができるんだろう、ごま油って。不思議。ごま油、ごまがいい匂いなのかな、どうなのかな。よし、あ、ちょっと混ぜてみてください。このツヤツヤ感伝わりますかね。ツヤツヤっとしています、ごま油で。ツヤツヤツヤ。はい、ですね、仕上げに白い煎りごまを加えますけど、これ白いごま、すりごまがおすすめというわけで、白煎りごまのすりごまを、こちらですね、大さじ3杯入れていきたいと思います。はい、大さじ3杯なんで結構ありますね。まず大さじ1杯、ドドドドドン。続いて大さじ2杯、ドドドドドン。最後に大さじ3杯、45。結構ありますね。はい。というわけで大さじ3杯加えました。
というわけで、こちら大さじ3杯大さじ3杯ですすごいですよめっちゃおこ、こごまごましてるはい混ぜていきますどうしようごまの王国になっちゃったらすごいごまの主張があでもなんか混ぜるとだんだん馴染んできましたなんかごまに包まれてるもやしってもやしに見えない何か違う食べ物のように見えます若干なんだろうなこれちょっとこうごぼうの親戚みたいに見えるね白いりごまでもこれ白いりごまですもんね白いりごまだけどなんかこのいりごま結構茶色くないですか白なのになパッケージにも白って書いてあるんですけどもう茶色くないかってこれ茶色いりごまだったらどんな茶色になっちゃうんだろうもうちゃっちゃっちゃじゃないですか混ぜていますしっかりと混ぜていますあでもだいぶごまが馴染んできてもやしの形を取り戻し始めました結構もやしってほんと一袋でねこれだけの量があるからお得ですよね私貧乏生活になったらもやし食べて生活しようもやしって自分ででもなんか引き出しの中とかでね作れるんですよね確か昔黄金伝説の1万円生活とかでもやしを引き出しの中で作ってた思い出はいこんな感じになりました。ピリリン。ごま油と煎りごまのいい匂いが、ごまの風味がとってもいい匂いがします。はい。というわけで、商品。今、光の調整を行いました。というわけで、料理的にはこれで完成です。テケテケテテーン。はい。じゃあ、これをですね、まあ、このままボウルでドンってわけにもいかないので、ちょっとお皿に出したいと思います。どのお皿がいいかな。この丼風に出しています。いやでも丼に出すにはちょっとでかいですよね。あ、このどれがいいかな。お皿を物色。お茶碗はでも違いますよね。これかな。やっぱこれかな。ここに落ち着く。あ、でもこのチビ皿が可愛いから、皆さんにお見せする用はこのチビ皿に出そう。よいしょすいませんチャット全然見れてなくてよいしょよいしょよいしょじゃあこれは第3にお渡ししようよいしょあ思ったよりもやしの量が多いですねまあでも明日の朝ごはんにも食べますからいいやもやしはねもやしヘルシーですからねそれにねよいしょはいというわけで完成おなかなかこうしてみると美味しそうだし可愛いのではねいい感じじゃないですかよしじゃあ私の分も盛り付けようっとティリリッティリーンすごいですよもやしいっぱいある私もうドドンと食べちゃおうはいディディディーン私のもやし大盛りバージョンラー油入れるともっといいぞ個人意見あいいですねあそうそうでも今日試してみたいのがですねなんかねナムルをですねこう韓国海苔で巻くと美味しいっていうのを聞いたのでちょっと後でそれも挑戦してみたいと思いますはいよしじゃあこれをまずお渡ししていきましょうどこしてほしいお酒今日飲むのはこの氷結のね北海道産メロンって限定期間限定のやつなんですかねこれですねうちなんでこれにしたかっていうとこれうちのお姉ちゃんが大好きなんですねでお姉ちゃんがケース買いしてて家にこれが今ケースで一箱あるんですよでそれであんまりお姉ちゃんが美味しそうに飲んで私も気になってちょっとお家のワンケースから1本もらってきましただからこれ私まだ飲んだことないんですけどちょっと美味しそうだなって思ってやっぱお酒のおつまみにはもやしだよなって思って、いただきたいと思いますなんでねこうお酒を飲みつつこちらのナムルいただきたいと思いますあそこメロンの匂いしますイエーイ本当に寝ちゃいそうああちょっと入れすぎたかもしれないちょっと入れすぎたかもしれないがっつり飲む量を入れてしまいましたこちら氷結のメロンですすごい匂いがですねあのこうメロンソーダとかのメロンじゃなくてちゃんと本物のメロンの匂いがしますよーし
ごまごましてすごく食べたい。ぜひあげたいです。すごいごまごましてます。氷結生中ビールはどこ。残念ながらビールはないんです。私レフ君の爪痕、あ、レフ君の爪痕かな。よし、じゃあ皆さん、あ、としかわさんもう飲んでます。早い。じゃあ一応でもなんか気持ちいい。乾杯、イエーイ、コーンって言っていただきます。あ、まずお酒飲む前に、そしたらね、じゃあもやしいただきましょう。ごま油で作ったごまエナムル、ごまごまです、ごまごまです。いただきます。とっても簡単だった。ちょっとすいませんね、こう体勢的には行儀が悪くてごめんなさい。いただきます。うん、あ、とっても食べやすい。ごま油が、ごま油の風味がとっても良い感じです。鶏ガラスープの素も味付けで入ってるんですけど、どっちかっていうとごま油といりごまのごまの風味が強くて、ごま油がやっぱりすごくいいアクセントというか全体の味付けになってますね。味はあっさりめです、やっぱりもやしなので。うん、シャキシャキしてて美味しい。美味しいけど、これごまもいりごまも風味があってめっちゃ美味しいんですけど、これ口にめっちゃいりごまがつきます。結構大さじ3杯なので結構な量が入ってるんですよ、こういう感じで。なんですごい唇にいりごまめっちゃつきます、これ。でも多分これいりごまがなかったらちょっと物足りないんですよ、あっさりしすぎてて。なんでいりごまがあってちょうどいい感じがします。食べた感じも面白い。よし、おいしい。ほろ酔いさはいいですね。よし、じゃあ氷結のメロンもいただきます。あ、美味しい。あの匂いもそうだったんですけど、味もちゃんと本物のメロンの香りがします。でも北海道とかでメロンジュースとか頼んだら、メロンジュースとかなんかこうメロンビールじゃない、メロンソーダとか、北海道の農場で飲むメロンソーダっていう感じの味がします。飲んだことないけど、北海道の牧場でメロンソーダ、なんて言うんだろう、こう人工的に味をつけた感じじゃない、メロンの匂いと味でも、あの甘すぎないです、ほんのりちょうどいい甘さで、あの男の人とかでも、甘いのそんな得意じゃない人でも全然飲める感じがします。多分ほろ酔いとかの方が甘いですね。それよりはもっとあっさりしたソーダな感じがします。全然は今グイって半分ぐらい飲んじゃった。これ飲んじゃう。じゃあ、あー美味しい。私ビールとかはそんなに飲まないんですけど、チューハイとかこういう甘い系はですね、ガンガン飲んじゃうんですね。うん、じゃあちょっとおかわりします。ちょっとだけ。ね、もったいないし。逆にちょっとだけおかわり。サイドの乾杯。ちなみに私、酔うとどうなるかっていうと、あんまり、ちょっとテンションが高くなります。でもこの放送の時は常にちょっとテンション高めでいるので、あんまり変わらないかもしれないですね。初対面の人とかだと、緊張しちゃうので、その緊張をほぐすためにお酒をよく飲みます。いやー、ナムル。うん、ちょうど良い。ちょっとこっちが甘くて、ちょっとこっちがなんて言うんでしょうね、中華風の味
がするからバランスがいい。おいしい。お酒を飲む南お嬢様、初めて見る気がする。某日野さんみたいに焼肉とかで南お嬢様と一緒に飲みたい。あ、日野ちゃんね、日野ちゃん焼肉屋でやってね、すごいアットホームな感じで、あれ楽しそうですよね。ね、いつかオフ会やってみたいですね。確かに皆さんで飲むの楽しそうね。でもこの番組でね、忘年会とかやってますからね、そういうので来てくれたらこう一緒に飲めますよね。ほろ酔い配信も良いね。ね、楽しいですね。こう皆さんもなんかこの画面の向こうで一緒に飲んでくれてるのかなって思うとすごい楽しい。うん、あんまり、でもそんな、これアルコール 4% なんでね、そんなに強くないですね。ストロングとか飲んでたら多分ちょっと、もうちょっと読みそう、飲みそう、ん?よ、ん?よ、酔っちゃうんでしょうけど、 4% だからちょっとなんか、あ、うん、今酔ってるのかなみたいな感じがします。シャキシャキもぐもぐタイム、シャキもぐタイム、ほろ酔い好きです。ビールサーバー設置したらみんなガンガン飲んじゃいますよ。危険ですよ。うふん、タルフリ飲んで全部飲む気がする。いやー怖い。でも今もう半分以上は飲んでますね。怖い。でもまあ残ってもね、残ってもどうしましょうっていうところありますからね。あ、ダイさんからの来てた。もやしのシャキシャキ、ごま油の香り、いりごまの甘み、鶏ガラの味付けで美味しいです。ビール、日本酒、焼酎の方が合うかもしれないですね。確かに私焼酎飲まないんで分かんないんですけど、焼酎とかと合うんだろうなって気がします。やっぱあの中華風の味付けなんで。こういう、でもそしたらこういう中杯系に合うのは何ですかね。中杯系に合うおつまみってなんだろう。これも合いますけど、でもバランス的には中杯ってやっぱりちょっとカロリーとか炭水化物が多くなりがちなんで、もやしはやっぱりヘルシーだから、そういう栄養バランス的にはちょうどいい気がするんですよね。なんか罪悪感とかが、チーズとか食べちゃうよりもやしの方がやっぱヘルシーじゃないですかね。やばい、ちょっと酔って、あのこう思考回路が今鈍くなってるなって自分で感じます。あの、なんて言ったらいいんだろう、いつもはわーわー喋りつつ頑張ってねまとめることとか次のこと考えてるんですけど、酔っちゃうと本当にその場の感じでしか喋ってないなって感じます、自分が。あとボキャブラリーが若干貧困になります。なんかそんな感じみたいな感じで表現することが多くなりますっていうか、多分感じかん、なんちゃらな感じっていう言葉をすごい多用してるさっきから。酔って大ちゃんに絡む、いやー、トップガンさんそれやったらですね、もう私来週から大さんがあそこからいなくなってしまいますよ。私一人で放送しなきゃいけないことになる。忘年会でお会いした時とあまり変わらない気がする。忘年会の時は飲んでましたっけね、あれ飲んでたかな、思い出せないな。飯テロやった、飯テロ成功してたらやった。よし、じゃあね、さっきちょっとお話しした韓国海苔にナムルを巻くとなかなか美味しいらしいというのを見たので、ちょっとそれも挑戦してみたいと思います。いやでもこれ、さっきトップガンさんが言ってたようにちょっとラー油混ぜたくなりますね。食べるラー油とか一緒にのっけても美味しい気がしますね。よし、じゃあちょっとこう韓国海苔にね巻いてね、中華と韓国が出会ったという感じですけど、ちょっといただきたいと思います。ざっくり巻いた、こんな感じでいいのかな、謎の食べ物。いただきます。うん、おいしい、すごい融和し合ってます。うん、ごめんなさい、これ以上の感想が今ちょっとね頭の中でうまく紡げない。ラー油ももしかしたらあるのかな。あ、ラー油はなさそうだ。
多分ないや。ラー油、じゃあまた今度ラー油も持ってきましょう。あ、だめだ、ちょっと私ちょっとグデグデしてる。どっちにしようか。韓国海苔に巻いた感想をちゃんと言おう。せめてそれだけはちゃんとしよう。ちょっとやっぱ食レポのねスキルも鍛えないといけないですからね。韓国海苔に巻くとですね、うん、海苔がねパリパリしてるのでね、もやしのシャキシャキっとした感触と合ってて楽しい。それは違うな。この感想はちょっと違うな。味はですね、うん。あ、やばい。塩味とごま油が合ってて、美味しいと思います。あ、ちょっとこれは失格。この感想はいくらなんでも失格。美味しいです、美味しいです。美味しいけど、すごく特別美味しいかって言われると、まあまあまあ、まあまあ美味しいかなっていう感じですね。多分ラー油とかね、入れた方が本当に美味しいと思いますよ。味の変化が出てきそう。あ、ラー油、食べるラー油とかちょっと用意したらよかったな。ラー油の代わりにブラックペッパーでもいいかも。あ、確かに。ブラックペッパー、そう、この前ブラックペッパーお家から持ってきて、ここに置いてっちゃって、さっきあっちの方に収納しちゃったんです。ちょっと一瞬取ってきます。ブラックペッパー、はい、そこ先週使って、これお家から持ってきたんで持って帰らなきゃいけなかったんですけど、忘れちゃってうっかり事務所に置いてきてしまったんですよね。しまってくださっていた。そうだから、お家にですね1週間ブラックペッパーがなくて、 お母さんごめんって思って1週間過ごしてました。で、じゃあブラックペッパー入れます。どれぐらい入れたらいいんだろう。フィーリングで入れよう。ディ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 、ちょっとごまと混ざってよくわかんない。こんな感じかな。ごまと混ざって全然よくわかんない。ちょっと混ぜます。すごいブラックペッパーの匂いがします。はい、今私多分ですね、多少自分が酔ってるということを免罪符にしてですね、すごくですねグデグデに喋ってます。多分もうちょっと気を引き締めればもうちょっとちゃんと喋れるんですけど、今まあ私ちょっと多少酔ってるし、なんかほろ酔い配信ってことでまあいいやみたいな感じで、ちょっとグデグデの自分を許そうとしてます。ダメですね。はい、というわけでブラックペッパーかけたのいただきます。どんな感じになるんだろう。うん、うん、あ、なかなか美味しいですよ、これは。ブラックペッパーの食べながら喋ってしまった。うん、ですね、今までこうごま油の風味がここら辺の強さをこう今のナムルの味付けとして、今まではごま油がですねこれぐらいの割合を占めてたんですけど、ブラックペッパーが入ると、こうブラックペッパーの割合がこれぐらいになって、ちょっと待って今自分で喋っててわけわかんないこと言ってるなって思いました。変に図解するのやめよう。ごま油の風味の上にブラックペッパーの風味が乗っかってきて、ごまナムルブラックペッパー風味っていう感じで、すごく美味しいです。ひどい、このなんでこんな小学生みたいな感想しか私言えないんだろう。あー、ちょっと食レポをもうちょっと勉強していきますね。うん、今自分の食レポあまりにもひどいなってことを今ちょっと今週自覚しました。来週はもうちょっと上手に彦摩呂さんみたいに言えるように約束します。はい、チャット。
全部食べちゃうじゃないだろうか。いや、まだですね。まだありますよ。まだここ結構あります。ここぐらいあります。ほら。多分今半分ぐらい食べましたかね、ダイさんと一緒に。ダイさんと一緒にって言いながら、多分私が、あの、ダイさんの3倍ぐらいは食べてるんですけど。はい。お酒も今ちょっと残ってるから、これちょっと飲んじゃいますね。皆さんお酒飲んでますか？イエーイ。はい。すいません。あの、後で怒られるかもしれない。志麻さん、ちょっとあのテンションはさすがにグダグダすぎですよって怒られるかもしれない。私も多分、後でアーカイブを見返して、いや、さすがにこれはグダグダすぎるわ、自分。で反省しそうな気はしなくもなくもない。よし。じゃあこれ残り飲みたいと思います。あー美味しいです。これ氷結メロン味、メロンの風味がとてもしっかりしてる。さすが北海道マークで限定出荷で書かれてるんで北海道なんですかね。これで北海道じゃなかった、あ、書いてある、ここに氷結ストレート果汁北海道産メロンって書いてありますね。すごい。じゃあ残りは冷蔵庫に入れておこう。とりあえず、そうですね、若干酔ってますね。自分でもちょっとびっくりしてます。あの、そんなに弱くないんですけど、やっぱり今この深夜っていう、深夜にね、飲んじゃったっていうのがやっぱ酔いが回りやすい原因なのかな。飲み終わりました。あ、としかさん飲み終わった、早い。よし。はい、というわけで今週はですね、ごま油が美味しいもやしナムルというレシピに挑戦しました。こちら材料はもやし1袋とごま油、もやしにごま油、塩、鶏ガラスープの素、水と白い煎りごまを、白い煎りごまを白い煎りごまじゃない、白煎りごまを混ぜました。とても簡単にできて美味しかったので皆さんもぜひぜひ挑戦してみてください。詳細のレシピはチャットコメントやブログの方に載っております。でですね、アレンジレシピとして韓国海苔を巻いたり、あとね、ブラックペッパーを入れたり出しました。韓国海苔はまあまあ美味しかったです。ブラックペッパーはすごい美味しかったです。ブラックペッパーの方が韓国海苔より私は好きです。味のアレンジが一つ加わって、ちょっと洋風なテイストになりますね、やっぱりブラックペッパーが入ると。またなんかこう、あ、ブラックペッパーの方が、だからその、こっちのね、お酒とは、今飲んでたお酒とはちょっと合ってるのかなって思いました。で、今日はこの、氷結のメロン味飲みましたけど。もやしナムルと、もやしナムルは多分こう、ビールとか、ね、飲める方は焼酎とかの方があったりするのかなって思いました。来週はまたちょっとなんかこう違うおつまみにもちょっと挑戦してみたいですね。またこのコーナーもですね、いろんな方向性を探っていきたいねと言ったので、まあそれこそさっき言ってた激辛だったりとか、まあたまにはガチでね料理を作ってみたりとか、いろんなことに挑戦してみたいと思います。はい、というわけでね、若干私お酒そこそこ強いかな、大丈夫、そこそこ強いから大丈夫かなって思ったんですけど、やっぱりちょっとあのこうね回ってしまって、若干グダグダしたお見苦しい姿を見せてしまったことを お詫びいたします。もうちょっとしっかりできるように、頑張りますので、あ、今日はねちょっとね、あ、こういう感じになっちゃうっていうことが分かったねっていう、そういうあったかい目で見守っていただけたら幸いです。はい、それじゃあ皆さんまた来週じゃないですね、まだ終わんないですねこの番組。はい、じゃあチャットコメント読もうと。ふんふん、すごいこのコーナーね、チャットコメント全然見れなくてごめんなさいね。すごいいろいろ言ってくださってた。そう、計量スプーン、ちょこっとモザイクねえ、ラー油入れたい。トップガンさんはやっぱビール派なんですかね。ふん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 。そう、みちさん、そっか、また明日も7時半起きですね。
桃屋の柔らか麺も入れても美味しいよ。おお、それいいですね。柔らか、そっか、やっぱ中華風、中華風ですから、やっぱ中華の食べ物が合いますかね。トパさん、みなみちゃんもう和室で横になったら、まだ全然大丈夫です。あ、そうだ、トップガンさんからいただいた、あのね、美味しいお酒、そうだそうだ、あの、素敵な切り箱に入ったお酒、いただきましたね。懐かしい。皆さん、すごい美味しい美味しいって飲んでた。うん。じゃあ今日はですね、もうちょっと早めに頑張って切り上げます。あの少量で言った南おじさんも可愛い。私もびっくりですよ。あんな少量で言うとは、いつもは全然ジョッキ3杯ぐらいいけるのに、ジョッキ1杯じゃ全然酔わないんですよ。ね。寝相配信もいいけど、酔いも配信もまた可愛い。あ、じゃあ可愛いって言ってもらえるんだったら、もうなんか、OK な気がしてきた。甘やかされてる私。アルコール 4% で酔う、みなみちゃん。ねえ、弱いっすね。顔が少し赤いかも。マジですか？赤くなってる？そんな、それぐらいラフで配信しよう。確かにお酒飲んでるとなんか全然頭の周りがジャストナウみたいな感じでしか回らないです。水仕事ですし、何より乾いたら大歓迎です。イエーイ。酔いで脳が回ってない。本当にその通りです。違う面が見れて楽しいです。よかったです。うん。当直中なのでお酒は飲めません。おー、それは飲めないですね。じゃあお酒飲む会、またいつかやれたらいいですね。オフ会いつかやってみたいです。全部は飲みきってないです。そんなことないよ。よかった。楽しんでもらえたらよかったです。これはこれでいいと思います。ありがとうございます。そうですね。毎週これは、ちょっと、何やってんだろう、私この指。毎週これはね、あれですけど、たまにはこういうのもいいかもしれないですね。皆さんが楽しんでくださるんだったら。トップさんは飲まないよ。あ、トップさんは飲まないんですね。なるほど。トップさん飲まないのか。じゃあいつかお酒飲む会やっても、トップさんは飲まない。飲めない？飲まない？どっちだろう。トップさんも飲もう。よし。というわけで、真夜中の実験室のコーナーでした。イエーイ。はい、お付き合い、皆さんは見てくださり、お付き合いくださり、ありがとうございました。というわけで、和室に戻りたいと思います。レッツゴー。お水飲んどこ。今、お水飲んだ瞬間に咳しそうになってちょっと危なかったです。ギフォーってなるかと思った。はい、戻ります。はい、戻りました。はい、戻りました。顔赤いですか？いや、そこまでめっちゃ赤くはない。セーフセーフ。でもちょっとですね、やっぱこうほろ酔いはしてますね。今このまま寝れそうな感じはあります。はい、というわけで、じゃあ寝支度タイム。寝支度だぞ。よいしょよいしょよいしょ。で、今2時43分ですね。今日はですね、ちょっとがっつり寝支度をしていきたいので、2時43分。でもそしたら3時に戻りましょうか。3時ごろ戻ります。3時ごろ戻ります。というわけで。よいしょ。トップさんはお酒はの、いや、やめたのか。なるほど。おじいちゃん。トップさんおじいちゃんじゃないよ。お父さんだよ。俺もロフトに戻るよ。腰が、あ、トシカルさん、そっかね、お腰が、まだ、やっぱ、まだちょっと調子悪いですかね。早く元気になったらいいな。ねえ、ねえ、おじいちゃん。ねえ、皆さん、無理しないで。若干赤いかも。あら、ああ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 、
ってないですよ。今のは別に酔ったから落としたわけじゃなくて、酔ってない時も落としました。今のは多分酔ってなくても落としました。だって私普通に歩いてて転びますもん。すぐつまずくんですよ、いろんなところに。階段とかもよく転びそうになって周りの人にびっくりされます。恥ずかしいっていう話をお母さんとかにすると、いや不注意なんだよって言われるんですけど、でも私は普通に生きてるだけなんですよね。そんなね、だって神経集中して生きてられないですから。皆さんが普通に道を歩いているように私も普通に道を歩いてるんですよ。するとつまずくんですね。いやー難しいな生きるのって。はい、というわけでねじたくしてきます。お風呂で溺れないようにね。ありがとうございます、気をつけます。僕も6時起きなんで起きてたら最後にまた来ます。うちさん死ぬんですかその最後の字は死ぬ方ですよ。はい、というわけで、行ってきますので、ね、戻ってきてまだちょっとね、ドライしたりお話ししたりしますが、もうちょっと明日早いよ、寝るよ、眠いよっていう方は無理せず寝ちゃって大丈夫ですからね。でまだ見てくれてるよっていう方はまだ戻ってきたら、3時ぐらいに戻ってきたらまだお話できるし、寝相がね、何より寝相が見れるという特典があります。そう、ね、寝た後はですねアーカイブに残らないので、寝相と寝起きは生放送限定でございます。面白い瞬間がそこで生まれるかもしれないので、お見逃しなく。というわけで、ちょっと行ってまいります。はい、3時ごろ戻ります。3時ちょっと越しちゃったらごめんなさい。なるべく3時に戻ってくれるように頑張ります。じゃあ行って。今のは違うよ、酔ってるからじゃないよ。スカートがタイトスカートだからバランス崩しただけだよ。はい、行ってきます。はいつくばって、はいつくばって、一体何を探しているのか、探すのただいま戻りました。すいません、ちょっと遅くなりました。よいしょよいしょ。うわあ、ちょっと真夜中の実験室のママでした。待っててくださった皆さんありがとうございます。レフ君こんばんは。レフ君こんばんは。お、トイレかな。よし、久々にドライヤーをします。よいしょ。よいしょ。すごい嫌がってる、悲しい。さん、ぜひ私にも報告してほしいです。私も知りたい。皆さんただいま、ありがとうございます。ただいまただいま、トップダンサーミッさん、トシカルさん、ウチさん、ただいま。この髪型でいいじゃん。お、前髪ベッキーみたいに横に流したら、お、お風呂上がりの こういう感じのやつですね。流す前髪したことないんですよね。でも一回
試してみたいですね。ベッキー、ベッキー、今のベッキーどんな感じでしたっけ。ベッキー髪型今ね短いですもんね。髪の毛長いのも可愛かったけど短いの好き。あー、ワンレンモブですね。確かにこういうのもやってみたいですよね。これね、一回挑戦してみたいけど、やっぱなかなかこれ顔が小さくないと許されない感じがして、うずけづいてしまうし。ちょっと酔い冷めましたよ。シャワー浴びたらちょっと思考回路低いって、ちょっとシャワー浴びながらふらついてましたけど、ドライヤーに警戒。確かに帰ったのに出て行っちゃった。レッ君やっぱり私にそんなに懐いてないんだろうな。まあそんなにお世話してないから仕方ないですけど、なんか友達ぐらいには思ってくれたらいいのにな。吉川さんよろしくお願いします。お願いします。かわいいじゃん。今じゃないよ。今じゃないよ。本当ですか。じゃあやってみようかな。単純だからもう言われたらやってみようかなと思って。今でもやっぱちょっとね、流すには短いんですよね。ピヨヨンってなってきちゃうんで、もうちょっと伸びたら。そうですよね、トシカグさんとヒデさん本当に仲いいですもんね。本当に、何事もないといいんですけど。視聴者10人に戻りました。今日は7人から9人を行ったり来たり。あ、本当だ、10人になってる。見てくださってる皆さんありがとうございます。嬉しい。すっぴんドライヤー、すっぴんドライヤー10人ありがとうございます。よいしょ。あれ今串を、あ、あった。今日は7人から9人を行ったり来たり。そうですね、一回12人から6人になった時はへこみましたけど、なんやかんや今10人で嬉しい。流すのってどんな感じだ？こんな感じか。これでもね、乾いてる時にやるのなかなか、編み込みとかしたらいいのかな。そう、でもね、これがね、乾いちゃうとだんだんボーワーってなってきちゃうんですよね。これがね、ずっとこのね、ペタンとした状態でなってくれてたいんですけど、もう髪の毛の量が多いからこれがね、どうしても広がっちゃうんですよね。ハーフアップとかしたらね、これぐらいの毛量ではあるんですけどね、ぺちゃんとした髪の毛憧れる。よいしょ。そうですよね、トップガンさんも心配ですよね。私も心配。でもなんかあんまり心配、なんかこの放送で私がね、あんまり心配言うのもそれはそれでなんかあれだなと思って、でもきっと大丈夫って言って言い聞かせてるみたいな感じ。ドライヤーエンブリオでもらってます。まだ使ってますか。使ってますよ、ピンクのね、あのね、いただいたやつ。そうそう、あれはね、でも家にはあの家のがあるんで学校に置いてます。学校用で、学校でね、
こう舞台とかあったりしたり、あと暑い時はあの学校にシャワーがあるんです。シャワーって言っちゃった、イントネーションが変。学校にシャワーがあって、そうそう、そのシャワーがですね自由に使えるので、あのこう学校で髪の毛ガチガチに固めた時とかで、頭をジャーって浴びた時とか、シャワー浴びた時とか使ったりしてます。そうそうそう、家にはねなんかどでかいのがあるんで、分かり次第みんなに報告します。よろしくお願いします。かわいい髪型、いい、好評ですね。ベッキー、そうベッキースタイルね、こういう、こういう風に流して、こういう感じのやつですよね。かっこいい大人な女性の感じの、お、今の髪型はなかなか好評ね。これぐらいの、でもそうストンとした髪の毛憧れるんですよ。縮毛矯正しようかな。縮毛矯正したらこうピヨンってなるんですよね。こうね、広がるボブもね可愛いんだけどね。逆にでも髪の毛の量が少ないような、少ない感じだから、髪の毛の量が少ない人は逆にそうボブ、私みたいなボブになった時にボリュームが足りないって悩むらしいけどね、難しいですよね。やっぱ舞台であれだけ髪型決めるから、ここでは自分の部屋にいるような自然な感じでいいんじゃねえの。どうしたんですかトップガンさん、なんかノリがちょっと違くないですか。そうですね、確かに自分の部屋にいるの自然な感じ。いやもう本当に本当そんな感じですよね。自分の部屋に、特にこのあのパジャマに着替えた後は本当に自分の部屋にいる感じのこといつもやってますもん。こう柔軟して筋トレしてみたいなね。そっか、じゃあトップガンさんがそう言ってるから、もうなんか自分の部屋にいる自然な感じで生きていきます私。でも本当自分の部屋にいる自然な感じになると喋んなくなっちゃいますからね。よし、じゃあいつも恒例の体幹やりましょうか。体幹筋トレ、体幹1分間やりましょう。で寝ましょう。そうだよ、明日私朝早いんですよ。よし、じゃあ1分やりましょう。はい、いくよ。2 3 4 5 6 7 8 9 10。わお、ちなみに私明日6時起きです。わお、ね、まあ別に明日だから、別にでも友達と遊びに行くから早起きするんで全然いいんですけどね。そう、別にちょっと遠いんですよね。そうそうそう、一回家に帰ってだからその時間になっちゃうんですけど、そうそうそう、でもねその分今朝いっぱい寝てきたんで、今朝いっぱい寝て家でブログ書いて、で夜舞台見に行って、で今日はそんなカツカツしてなかったから、で明日遊んで、また月曜日からいっぱいやることやらなきゃ。いやー、明日もやることやらなきゃ、頑張る。よし、あと、あ、そんなこと言ってたら、あとちょっと、やべえ、一本、ふう、おう、よし。そういえば、いつも、ダイさんがツイッターに、先週、一個前の放送の画像を、あの、乗っけてくれてるんですけど、今日乗っけてくれてた35回の放送の画像が、あの、この、筋トレして柔軟してる時の写真が一個乗っかってたんですけど、なんか、謎の色っぽい感じになってました。なんかこういう感じで、ちょっとなんか私自分で見て、お、なんかこの私色っぽいなって自画自賛したんで、皆さんもよかったら見てみてください。今の髪型いい、この髪型好評ですね。なんだろうね、なんだろう、このペタッとした感じが新鮮でいいんですかね。ペタッ、そっか、トップさん変わらずこんな人、そっかそっか、確かにそう言われるとそんな人だ。わーい。何に喜んだんだろう私。なんかでもみんな楽しいなって、だからみんなで、みんなで、わかんない、みんなって、でもみんなってなんか
言っちゃうとみんなじゃない人が出てきちゃう気がするから、いやでもこの放送を見に来てる人はみんな1回来てくれてる人も10回来てくれてる人も36回来てくれてる人もみんなまとめてみんななんで、そうみんな楽しくやれたらいいですよね。としかずさんね、本当にとしかずさんとひでさん仲良しだもんね。本当に早くまた仲良くしてるところがチャットでも見たいです。本当に、うん、よし、というわけで、というわけでではないですけど、じゃあそろそろ寝たいと思います。うちさん60期仲間だ、よし頑張りましょう、2人で頑張りましょう。60期なのにこんな夜遅くまで見てくださってありがとうございます。よし60期早いね、3時間寝れそうにないね。そうなんですよ、だから今日は寝ると思ってません、あの昼寝だと思ってます。こうがっつり寝ると思って寝ちゃうとこうね、あれそうなんで、こういや昼寝すごいすごいいっぱい寝れる昼寝って思って寝ます。ポジティブに、いや今日昼寝めっちゃ寝れるじゃんって思って寝ます。そういう考え大事。今日は寝相取れそうにないな、起きたら配信待てそう。ああ残念、そうですよね、そうですよね、お時間的にね残念。じゃあ明日6時に見に来れる方がいたら見て寝相を取ってぜひツイッターに上げてください。はい、そろそろ寝たいと思います。今日もね、長い時間お付き合いくださいましてありがとうございます。アーカイブの方も見てくださってありがとうございます。アーカイブはですね、アーカイブ見に来てくださっている方は残念ながらここまでで、この後寝てる様子と寝起きの様子は、生放送の方限定です。はい、でです今日はですね10人の方と一緒に寝れるよ、イエーイ、よろしくお願いします。はい、でですねちょっと私面白い寝相なんかこの後寝てる様子もなんと放送してますので、面白い寝相なんかしてたらぜひぜひ、スクショしてツイッターにハッシュタグ寝相ハッシュタグ吉村みなみで上げてくれると嬉しいです。何も上がってないとちょっと寂しいのでぜひぜひね、あのタイムラインに上げるのちょっと恥ずかしいなっていう方がいたら私宛のリプでもいいのでね、お待ちしております。はい、体幹の姿勢を保持したまま右肘と左肘をつけて戻して、次に左肘と右肘をつけて戻してをやるのも効きますよ。いやそれめちゃめちゃ効きますよ、絶対効く。それは想像しただけでわかります。こういうやつですね。よし、音も出しましょう。よいしょ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 。いや明日は早めに寝よう、皆さんも明日は早めに寝ましょうね。よいしょよいしょ、お布団を敷いております。今日の私のパジャマのテーマはですね、学校で着てる稽古着。これサウンドオブミュージックの T シャツなんですよ、劇団四季のサウンドオブミュージックの T シャツ。うんね、本当に早く連絡が取れることを祈っております。としかずさん頼みました。じゃあ今日は皆さんいい夢を、ね、見られることを願って寝たいと思います。皆さんおやすみなさい、いい夢を、そしてまた明日の朝会いましょう。よいしょよいしょ、ゴロニャンゴロゴロニャン。よし、じゃあ目覚ましをセットして寝ます。今日は私は一人で寝る感じですね。今日はレフニャンはいませんね。よいしょ、一応怖いんで6時と6時10分にもセットしておきます。でもきっと6時で起きれることでしょうと信じておきます。よいしょ。
それじゃあ皆さんおやすみなさーい。